めマキコなおコ、のね、超綺麗で使いやしいお前、どっからクス出てきたんだよおいゲイ、いけゲイ、倒せお前は神だやった逃げろ逃げろわー, <laughs> あーあった、あった、あった至急があったはは <laughs> かわいいやれやるんだ俺の前でやれどう出た出た風か集まったみんな大丈夫みんな大丈夫死んでるんだよ、これどこで死んでないよ 最初に俺が入って、後から視聴者入れるわ。理由は、上手いやつばっかりじゃないから、すぐ死ぬ恐れがあるから。で、力を合わせてエンダードラゴンをクリアすると討伐すると。ちなみに僕はエンダードラゴンを倒したことはありません。ハードコアで。今日、記念すべき日にしたいと思っています。じっくり、がっつりやるわ。 一人かけた分は補充しますかいや、21人に声かけ、かけてたから、え、一人、43歳の小持ちのおばちゃんが、子供とバレンタインのチョコを作らないといけませんってって辞退したんで、俺結構その、私生活をおもんずるタイプなのね。それは仕方ないねって。受け止めました。おもんずるねえ、俺は。かまたじゃあ参加者のみんなを入れてください。ビーガンのためにね <laughs> ビーガンですがやらせてください。<laughs> おもろそう。 うわぁ、ビーガンに肉食わせてちょ、かまった、あのビーガン採用しよう。俺がマイクロでビーガンに肉食わせるわ。<laughs> ちょっと待ってね、一旦みんなの、個人情報を。いった、ボケボケーお前 N 高生な。N 高生な。よろしくね。じゃ、み、じゃ、ここに並んでください。ここに。うわぁ、N 高2年生ちょ、この子入れよっか。 なお <laughs> 子は、56歳で、くしくもうちのお母さんと同じ名前のおばちゃんで、ね。今日今回おばちゃん多めになっています。ちなみに、56歳主婦、加藤さんのお母さんと同じ名前のなお子と申します。<laughs> やべえ、でも俺母ちゃんが死んだこと、そんなバーバアや多すぎだろ、そしたらおい。こ <laughs> れチャット打てるんだっけまず自己紹介してもらおうか。入ったら、あの、自己紹介してみてください。<laughs> どこにいますか早くもグズがいます。 <laughs> 大体わかるやろ、ここな。どこですか <laughs> あのちなみになんかみんなね、ね他の配信者とかだと有能なやつらがガン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 ストーリーを進めてってみたいなイメージを抱いているかもしれませんが、あのー、はっきり言超えたこいら別に上手くないです。真っ赤くれ、真っ赤くれ <laughs> ね <laughs>。 マッククルー入れるわ一人。二十歳のマッククルー。名前がいい。マック。<laughs> お前会社を愛してるから、お前マックに感謝しろよ。俺特別雇用枠だからな。かまマックも採用で。マッククルーのマック。呼びたいじゃん。12時はバイトが15時までです。頑張ってるから採用。あ、ま、本当だ。お前、いや、ちょ、マッククルーいいね、お前。マッククルーいいね。いいスキン持ってるね。王兵。王兵です。よろしくお願王は、51歳のジジイ うわ、51歳の中年、これ採用だ私も一度倒したことあります <laughs> この人、かまた、王兵さん。三国志でいえば私は王兵あたりだと思っております。ごめん、俺王兵知らない誰王兵って。例えもいいね。三国志で言うところの王兵ですね、って言ってる。わかんないよ、じじイおい。クソじじイだからお前どっけなんだろう、おい。その例えしてっから。<laughs> クワトロ25はゲイです。<laughs> クワトル25歳は、ゲイで普通に俺のことを性的に狙ってるやつね。都内のゲイ風俗で働いてるゲイです。加藤さん、ゲイ枠として入れていただきたいです。<laughs> ガチ恋でマイクラでベッドを2つ並べて、外に寝たいです。<laughs> 何にも戦力にならないから、こっち入れようかな。ガチで、これ冗談とかじゃなくて、普通に俺のことを性的に狙ってるやつね。右手、使えない。<laughs> ちょっとちょっとね。 左手枠としてきました。脳出血で右手不全と失語症があります。枠がどっちゃ臭さい。ええ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 え。ええ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 。えええ。えええ。ええ。ええ。えええ。ええドええ。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 パえ。え。え。 僕の病気はドーパミンが出ない病気なので、ドーパミンが出なくても生きていけるぞってことを見していきたいね <laughs>。うわ、こいつ、ジョージに合わして <laughs> で、あと、ジョ、あの、ジョージファン入れるわ。お前、ドーパミン出ないよって言ったら、ね、いや、もともと病気でドーパミン出ないんですけど、って言った時の、そう、ジョージの反応みたいね。レスドーパがドーパミンが出ない。<laughs> 俺、この、ね、マイクラ、エンダードライフをクリアして、こいつにドーパミン、出してやりたいんだよね。加藤さん、ドーパミン出ました。 外界の人が休館で遅れています。<laughs> 一応外界も入れておくじゃん。<laughs> もしもの時のために。明日は到着があるので、コールがあればその都度 AFK となります。到 <laughs> 着中に。<laughs> ちなみに外界は今、休館で遅れてます。<laughs> それしょうがないよねみんなね。仕事が大事だよね。休館なんで。30歳医者です。ぬおうが30歳医者ね。 30代医者です。なんでこの医者いんの <laughs> 一応、その、子宮頸癌の人がいるから、医者二人体制で望むこともか。セカンドオピニオンも入れとく <laughs> ?46 歳子宮、頸癌です。早期発見なので、ね、命をの危険ないと思います。名前、子宮四46。<laughs> 来月、子宮頸癌のため、全摘手術で入院を控えています。お前採用な。入院前に加藤さんとの思い出を作りたいです。いいね。46歳主婦採用。 君一緒にやろう。いや、この主婦のためにも俺は勝つ。きっと手術がうまくいくでしょう。マイクラにも勝って。笑っちゃいけねえけど。お <laughs> 前名前いいね。死休シ46って。いい、いい名前だね。絶対直すぞ、俺が。アイドルグループみたいだね。ステゴザウルス。給食。つく、そ <laughs> うそう。こいつ、こいつは、1日600人もの給食を作ってる。 あのー、食の達人。小学校で600人分の給食を作っています。食料なら任せてください。こいつもいいな。ステゴザウルス。いいじゃん。本職じゃん。こいつに20人の食料全部になってもらおう。<laughs> ビーガンのため、ビーガンなのでベッド使えないです。どういうことあ、マキコ46は子宮禁止の手術できています。<笑><笑>もうさっきと違う46歳のおばちゃんいるぞ。やば。 この人とこの人と友達させよう。え、奇跡じゃないダブル46歳だよ。いや四46歳おばちゃんコンビあっち。ツートップ。そう。これは、あの、46歳の、この,子宮がんの、死休間の、同い年の仲間として、これから仲良くしてほしいから、あのー、子宮死宮禁止の、手術経験がある46歳の仲間。皆さんわか、見ての通り、かなり、年齢層高めなんですよ。おばちゃん多めなんですよ。今回。アベンジャーズでしょう。 なかなか、こいつがさ、俺のこと狙ってんだよ。ほら、こいつ、俺のこと狙ってんだ。ほらこいつ俺のこと狙ってん、<laughs> こいつ本当に普通に俺のことが好きらしい。本当に。俺のこと好きマジで。付き合いたいできれば。なあ <laughs> 付き合いたいらしい。<laughs> 俺と付き合いたいらしい。緊張するよね。ちゃんと俺のことを本当に、恋愛対象として好きなんだって。普通に注意してあげる。 <laughs> ほら、ね。たまんねえだろう。かわいいだろ。いいとこ見せなきゃね。ホムラ大腸炎って誰だろう。大腸炎 <laughs> そんなついたっけあ、あれだ海洋大腸、海洋性大腸炎かつ色揮毛なので血便が出てるかわからないためもいるけど。<laughs> 一人入れとくか。海洋性大腸炎かつ色揮毛だ。<laughs> そうだ。 自分の血弁、自分の便が普通の弁なのか血弁なのか分かんないやつだ。加藤淳一直子って誰なんだよ。<laughs> 見ろ。<laughs> ちゃんと直子の衣装着てる。さあ皆さん、ここで皆さんに、視聴者の皆さんに問題です。エンダードラゴン、討伐できるでしょうか自信はあります、僕は。討伐できるか <laughs> 頑張りましょうよろしく。若いねー。 のが恐ろしいんんでですすけけどど加藤さんが一番上手い,ですけどいや、俺より上手いやついっぱいいると思うよ。ぬおう、僕も専門、消化器外科、なので、外科医の分も頑張ります。<laughs> あいいね。あ、消化器外科ってことは、いいね。海洋性大腸炎も見てもらえるから悪化したら最悪。そういう相談もしていいよ。今回は。そのために消化器外科の先生も連れてきてるから。外科医二人いるからね。ぬ <laughs> おう、ぬおうね。こいつね。<laughs> これ先生ね。ちなみにガチで。これ私生活に影響を、いい影響をもたらす、素晴らしい実況プレイとなってるんで。ハードコア設定済みです。死んだら帰ってこられないので、気をつけてください。ちなみに近くにマグマがあります。<laughs> ゲイがずっとお前のこと見てる <laughs> これどんなこと本当に、多分エンドラどころじゃないんだよね。普通にワンチャンを狙ってるから。俺とエッチしたいらしい。 右腕のやつだっけメールが届かない。え、右腕のやついたよねストくんさん。右腕、右手使えない障害者ですちょ。右手使えないってさ、どうやってマイクラしてんだよ左手だけでやんのあれ二人だっけ足使えるんだっけはは、<laughs> 頑張ります。あのさ、お前さ、右手使えないやつさ、右手使えずにどうやってマイクラしてんのお前じゃちゃんとそれに、事故を投影して盾とか持つなよ、おい。 お前、お前実際のマイクロでも右手使うなよ。縦使うなよ。うち厳しいよ。優遇しないからね。あ、完璧主義者いた完璧主義者は、うわ、こいついいガチガチの完璧主義者で荷物の整理なら完璧にやります、この人。これ都合のいいやつも入れよう。もう完璧主義者すぎて、物を全部整理してくれるらしい。片手でさ、片手でマイクしてんだ。 お前じゃあさ、ネザー行ったらお前先頭で行けよ。お前。ネザーお前が先頭で行けよ。よかった。いたよみんな。先陣切れるやつが。ファーストペンギンにしよう。あ、なるほど。こうやって歩いて行って、左手だけでこうやって歩いて行って、右手で、左手で掘るんだ。あ、ちなみにだけど、この中でマイクラ得意だよっていう人、ジャンプして。マイクラ得意ですよっていう人。 <laughs> あ、よかった、二人見た目で、ね。二人。ゲイと、誰だっけ死球が46。いいね。いいね、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 いいね。その二人をリーダーに、ちょっと頑張ってほんと死なないようにね、みんなね。頼むぞ。みんなじゃあ、それぞれ、ね。あの、チャット使っていいから、あの、報告だけね。くだらない日常会話するんじゃねえぞ。もうエンダードラゴン討伐のために必要な会話以外しちゃダメだよ。それか、病状が悪化した時だけ。 すいません、血便がやばいですってっ時、そういう時だけね。気軽にご相談ください、オッケー。まあ、マッククルーはほんとただのマッククルーだからね。<laughs> マックで働いてるっていうだけ。オッケー。よーい、スタートちょ、じゃあみんなじゃあここをねじろしよっか。まずは、じゃあどうしようかな。食事だよな。まあ、キー、まあ、キー切ろっか。みんなでね。ひとまず、まあまあ、この辺だよな。 ああ、いいね、いいね、いいね。ああ、いいね。でも、そんないらねえよ、俺。そんないらねえよ。じゃあ、チェストボックスを作るのが定石なのかなチェストボックスこっちか。あれ、チェストボックスの作り方がわかんねえ。あ、全部これに変えちゃった。まあ、じっくり、ゆっくり行こうや。もう、死なないことが、大前提。おいーい。はいー。 あ、これあれか。お、早くもブラマイしてる。いいね、いいね、いいね。<laughs> いいね、いいね。そうだ、俺もブラマイに参加してるふりして、まずは石の道具を揃えよっか。で、ベッド作ろうぜなぁ。ちょっと、俺、ま、俺は、みんながやりたがらなそうなことをちゃんとやっていこう。みんなベッド作るよ、ベッドで、ビーガンは <laughs>、あの、羊殺せないから <laughs>、ビーガン以外でちゃんと羊殺しに行くよ牛かぁ。 いいね、ブラマ行って、ブラマ行って。あの、給食センターのババアは、あれしてね、ちゃんと食事をみんなに提供してね、安定して供給してほしい。食事を。うわぁ、マグマある。美ガは雲の糸から作ってな。<laughs> ここマグマあるわ。あと、敷物はさ、マグマの色が判別できないから、あの、誰かと一緒に行動してな。色物危ないぞ。あんま走んないにしよう。食事が足んないから。全然動物いねえぞ。 うわ、えぐっ鉄って石じゃなきゃダメだよねちょっとみんな待ってねちょっと怖すぎなんだがちょっと怖すぎなんだがみんなのとこ戻るわいやでもうまくねここで鉄いっぱい手に入るのお前は前線に行くないいや俺今回前線に行くよ もういつもの俺じゃない。美味しい。た、20人いるんで、焦らなくていいと思うのね、俺は。焦らなくていいと思っていて、できることをやっていく。例えば、おー、いいじゃない、いいじゃない。あの、砂糖きびを作るとか。子宮が種育ちする。<笑>,笑っちゃいけねえんだけどさ。<laughs> 子宮眼46は、相当実力者らしいから。 じゃあ今回もし万が一のことがあっても、医者二人いるんで、外科医二人いるんで。一人はちょっと休館対応中で今ちょっと対応できたんだけど。あー、いいじゃんなんかすでに街っぽくなってるぞあー、いいね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 。ちょっと木もったいないけど、人数の有利を活かして。あとね、想像以上にみんな下手そうだね。<laughs> な、そんな感じがする。頑張ってさ、飯作んねえと俺たちも未来がないぞ、みんな。 で、無茶はしないでね、絶対。だってさ、金属を手に入れる一番最初にクリアしたの俺じゃねえこれ。<laughs> そんなことある今まで俺が最下位がさ、相場決まってたのに。バケツ作りたいね。バケツは4個かなあってかハサミにしようハサミ作っちゃって、で、みんなあのさ、羊がいたらさ、教えてね。俺がハサミで直近しに行く。海洋性大腸炎の人です。チャットが売いてないので看板を使えません、ね。<laughs> いいね。お前使えそうなんか。 いろんなね、障害を経て、我々は今ここに集いました。ちょ、俺が頑張って食事を何とか供給しないと、ちょ、頑張るわ、今回俺。ほんとに。お、B がよね、ステーキ食わせよ。<laughs> 羊 X の90、ありがとう。ほ、うんと。お,い,おい,い、もう夜になるぞ、お前らちょ、やばい、やばいもう夜になるってこっちか。いや、ダメ、夜は出歩いちゃダメだ。ここは、じっくり。 あ,ああ、魚取ってる。ナイスナイスナイス,ナイス。みんな、とりあえずさ、わかった。今日は、今日は穴ぐら穴掘って。みんな、穴掘ってさ、その中で暮らそう。真っ黒い、お前、穴掘って、穴掘って。あれだ。よし、俺が俺が一番大事だから。い <laughs> まだかつてないぐらい、このグダグダ。こんなグダグダだったことあるだろうが。すなわち、俺が頑張んなきゃいけない。俺が一番最初に作るべきものは盾とにかく俺を固めないと。 ケー、okay, とりあえずこれで。<laughs> これでガードは。<laughs> ちょっと穴掘って隠れよ。穴掘って隠れよ、これ。<laughs> やばい。これ夜通し徹夜すんの俺ら。<laughs> ビーガンで魚いけるんですかもう。<laughs> じゃあもうとりあえず。<laughs> 絶対き絶対整理してる奴がいる。絶対整理してる奴がいる。<laughs> るい,る <laughs> いいね。めっちゃいいね。お前一番大事だよ。絶対整理してる完璧主義者がいる。 <laughs> ってことは、もう適当に詰め込んどけば完璧主義者が、整理してくれるから。OK? ほんで、ちょ、ま、働いてるふりしてるだけで、やっぱゲイが全然働かねえ、マジで <laughs>。おい、信じられねえくらいゲイが働かねえ。海、向いて、左の方に、扉、つて、つくて、家、作りました。OK? なんだこれなんかもらったぞ。宝の地図。あとで行こうか。あーと、ナイス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 ,ナイス,ナイス俺たちの初めての家だ、これが。食べ物をなんとか安定して供給してあげたいんだけど、それは救急遽、救、え何食らっちゃったかダメージ よしよしああナイス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 ,ナイスみんなここここ俺たち行けなとりあえずこう一旦ここに来いなしようつけるといいのかよもうやばすぎだろうおいゾンビと人間の区別がつかねえよゾンビと人間の区別がつかねえよ <laughs> おいゾンビと人間の区別がつかねえよなあ <laughs> 超綺麗で使いやしい <laughs> 右腕のやつ来たはずぞ。<laughs> 右腕使えないやつが、二人いんのかよ。<laughs> 前回右腕だけで参加してもらったものです。修行してきました、採用しよう。<laughs> いたっけ、そんなやつ。<laughs> 右腕だけで参加したやつ。<laughs> 右腕だけでもマイクラできる。<laughs> シフトが押せせん <laughs> シフト押せないから、ネザーで先行かせよ。 じゃあ右腕使えない者同士で、なうまいこと協力し合ってな。んスケルトンに抜かれて誰たけし。<laughs> タ<ケシ> <laughs> あれたけし死んだたけし ?KO ボーイのたけしが死にました <laughs>。22歳 KO ボーイ。<laughs> ああ、KO ボーイいいな。おい、KO ボーイが。やばい、俺の頭脳が。<laughs> うちの頭脳が。 おい、うちの頭脳がおい、マジかよなんでお前、開始5分で死んでんじゃねえかよけし<ケ> <laughs> 慶応の価値下がったな、ちょっとなんか。加藤さん。写真でめデん加藤菅、シャイスン、でめでした 何これちょ、ちょっとよくわかんない <laughs>。あれこの子今 <laughs>、あれ左でしか使えないやつだっけ配信ダメですか配信をしないでね。配信なしね、配信なし。そ、そっちの配信のことも気づかね、気、あの、気づかなきゃねえから。<laughs> こいつ働いてない気がすんだよな。お前ちゃんと働いてるか誰と誰と,がと。陰でこそこそ俺に食料供給してな。お前は。よーし、朝来た どこにあるって言ってたっけ ?90 ぐらいのところに羊がいっぱいいるって言ってたよね。まずは、3日夜を過ごす前に、人数分のベッドを集めないと、やべ、クリッパーがマジで怖え。どうしよう。誰か連れてきた方がいいかなちょあ誰か連れてこっか。一人で行動すんのやめるわ。俺が死んだらシャレなんねえ。<laughs> ゲイツ連れてけ。<laughs> あいつ頼りになんねえよ <laughs> あいつ頼りになんねえよーおい、ゲイ。ゲイ。ゲイ。俺と一緒に来てくんね。二人であれ探しに行こう。うん、行く行くよ。あの、羊探しに行くよ。で、ありがとう。ゲイ、何かあったら俺のこと守ってな。何かあったら俺のこと守ってね。<laughs> マキコとゲイに行くぞ、マキ、マキコとゲイと俺のほう、これゴールデンパーティーで行こう。これが最強のパーティーだから、現状。 マキコとゲイと俺。クリッパ注意ね。みんなの分の、クリッパいるクリッパいるゲイゲけゲイ倒せ <laughs> ゲイ頑張れ <laughs> ゲイ頑張ってナイ <laughs> スすいいいぞこれでローリスクで枯れるから。海沿いに砂先だって、オッケー。あれ、マキコマキコゲイマキコお、おや、来て来て。 海沿いに進んだ先に羊がいるらしい。ゲイ、ついてきてねこれ。マキコも頼りになる。アマゾネス、46歳。<laughs> 独身<自>女。<laughs> いや人生経験が豊富だからね、マキコは。こいつ頼りになるんだよ。格好もなんかね、背中がたくましいぜ。マッキーの。想像以上にみんな多分マイクラができないっぽい。 頑張んなきゃ。でもあんま背負いすぎちゃダメ。マッキコ気をつけてね。この辺クリッパーいるよ。絶対。ゲイクリッパーいたら頼むぞ。マキコとナオコとゲイ。<laughs> 平均年齢多分40超えてるだろうな。ナオコが56歳で、マキコ46歳なのね。で、ゲイ年齢不詳で俺が39歳だから。あ、ごめん、マキコナオコごめんナオコ殴っちゃった。一度も殴ったことないのに。ここら辺オッケー。 <laughs> すいません、ドーパミンが切れたので、少し休憩します <laughs>。<laughs> はやっ <laughs> はやっ<ー> <laughs> 休憩しながらやって、休憩しながらやって <laughs>、休憩しながらやって、もうドーパミン切れたの <laughs> 蛍光摂取か。あ、真ククルいいね、定期的にシャキ焼いてる。羊がいねえよな <laughs> いや、豚ちゃんかままあ、豚ちゃんも殺しておくか あ,あここも豚だ <laughs> 私も久しぶりにマイクラしたので酔いました <laughs> 身体的に弱すぎるだろ俺たち <laughs> なあ実況中にそういうセリフあんま聞いたことねえよ早えよお前ら体調不良訴えるのが <laughs> 高齢者すぎるだろキスで見つけたどこ ?78-252 オッ、OK、ケーマキコ78-2502てなゲイ78-2502案内してくれこいつ頼りになるぜ背中がでっかいぜ そう、癌にやっぱ、ね、闘病って体力使うからさ、自分の命優先で。八78、252ね。頼むぞ。ほんとにそうか。78、全然ちげえじゃねえかよ。<laughs> おい、全然ちげえじゃねえかよ。<laughs> 全然頼りにならない。やべえ、危う、危なく二人っきりになるとこだった。<laughs> あいつそういうことしてくるからね、普通に。あ、マキコいた、マキコいた、マキコいた。あ、ありがとう、マキコお前だけだよ、頼りになるのは ナイスマッキン一匹だけかチョキ。もうちょっといねえかなマッキン。もう一匹黒。あー。あ、いた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 。ただこんなペースじゃさ、あれだね。いたいた上にもいいじゃん、上でもいいじゃん。黒一匹どうマキコが想像以上に、頼りになる。 おいゲイお前さっき俺と二人っきりになって何かしようとしただろおい人と離れ人に離れさせたよなお前なまずはみんなの分のベッド作んねえとシャレになんねえってファントムがさいる中戦わなきゃいけなくなるからえもうい日がくれるぜみんなの進捗はまぁ、あ、食事はできてそうだねパッと見ヴィ <laughs> ーガンさん鳥ありがとうございますビーガン鳥食わねえからなお <laughs> っても鉄が取れません 何も、何の成果も得られ、あ得られぬまま、二日目が終了。非常にまずいっす。ただ、とりあえずベッドは、えー、四個必要なんだっけなんで、えー、できませんと。<laughs> お前、クリッパーだと思っちゃブラマイスすか散らかってるねあいつはどうした完璧主義者は。いや、こいつが完璧主義者だ、多分。 あ、完璧主義者やってるわ。今やってるわ。<laughs> 今やってるわ <laughs> ちょっと、俺がタバコってられさ、完璧主義者の仕事っぷりを見よう。こいつがいかに完璧主義者か。ちゃんと、もうこれだけのために俺、パーティーに入れてるんで。綺麗に並び替えるっていう。そうとしてくれるんで。手慣れてるだろう。これ完璧主義者なんで。ただ、こういうのが、やっぱ俺は大事だと思うんですよね。ただ、そういうのに特化しすぎて、 普通にマイクラをできるやつが、ものすごい少ない。ああら、綺麗。あー、なるほど。洞窟があるわけね。地下でリスポーンの死体来てしま、下体に来てしまい。それ不老のこと言わないで、俺に。怖いから。いやー、ちょ、ベッドが作れねえ。みんなで山狩りするしかねえな、俺。全員で明日。 ただまぁこの辺は、湧きつぶしが行われていて、悪くはない。現状こんな感じ。魚。あーなるほど昆布も食えるもんね頭いい。で、完璧主義者に整理させると。ね、みんな聞いてちょっと作業しながら聞いて今さ、もう2日目の夜じゃん明日の夜までに人数分のベッド集めないと、ファントムに一生襲われるから、ベッド20個作んなきゃいけないのね。 明日全員で朝が来た瞬間に山狩り行くよ。方角は俺が見てる方角。あっち。そう、そっち。全員で行くよ。家の近くにクリッパーいる。気をつけて。オッケーオッケー。ありがとう。クリッパーがね、いっぱいんだよ。ん今クリッパーの爆発音したかった。お前ら絶対死ぬなよ。<laughs> やたら今回綺麗だな。え ててきるどこにヒツイ連れてきてるよしこいつここで買おうどういう原始的な連れてき方してんのえ柵はこれかこの辺に作ろっかちょっと成功させたい今回マジででこうしてあ下手くそすぎる焦らずやろう 焦っていいこと一つもなし。全然足んねえし。ありがとう、ありがとう、ありがとう。お前ら、やればできるじゃねえかよ。オッケー。みんな羊見つけ次第こんなにぶち込んだね。てか、ドーパミンの旅帰ってきて、超整理されてる超使いやしいにこれ綺麗すぎる。 今、設計時代を達成してすげる。<laughs> 終わってんだろ。んで、俺がベッドを、一個ずつ置いていく。俺にできることはそれだけだ。いやーもう圧倒的に足らない。あー、いいね、ちゃんとやってくれてんだ。あー、オッケーオッケーオッケー、木炭お手、いいやばい、三日目、運命の三日目。<laughs> 綺麗だあっ殺そうぜこれ殴っていいよねシャハイエンダーパールいいよ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 なんでこんないっぺヒ羊連れてこれんだよお前らな <laughs> 羊ジろしてくれよな誰か羊を下ろしてこれ羊を下ろしてここに入れよねえ 小麦がねえからか。早、はいところ小麦作るんなきゃな。はい、ベッド二つ目。クソ、ベッド係の俺が、想像以上にベッドを量産できてない。二個目。オッケー。おー、なるほど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 。オッケー、オッケー。お前、なんでお前従えてんだよ、お前。すいませいれ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 いやいれいやいれ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 れ よし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 よ あと17個。絶対無理だ <laughs>。絶対ファントムに殺される <laughs>。俺にはわかる。俺はファントムに殺される。<laughs> 早っえ、羊ってこんなに毛いるの早いのはい。ま、はあ、い、4個は。あと15個は。今日みんな今日長い夜になるよ。目標12時までにエンドラ討伐。お前他のこともやらない <laughs> い。じゃ、今はベッドだって。今はマジでベッド。ファントムがいる中、戦えねえから。 <laughs> ベッドの色を揃えないと完璧主義者が来てるいかる勘 <laughs> 弁してくれよ。で、このさ、羊輸送班誰だろ <laughs> なんでお前そんな上手いのナオコお前羊捕まえるプロやんけなぁすごくないこの人。ナオコ有能説。超羊集まってきた。みんなでやるとクソはいマジで。 おい、牛と羊分けねえと完璧主義者。ね、どういうテクニック使ったんそれ、お前。なあプロやん。なん変なテクニック使ってるやつがいる。<laughs> 完璧主義者 <laughs>。多分お前の人生は、お前のマイクな人生はそれで終わるだろうな、今回の。20人分の荷物を整理してたら、一瞬で終わるだろうね。 いいと思う、そんな人生も。悪くないと思う。すっきり。すっごいきれい。すっごい使っていて気分がいい。気分がいいです。こんなにすぐ羊毛って取れるんだね。牛が邪魔、マジで。<laughs> こんなこと言ったら怒られるけど <laughs>。さあ、ベッドまずってきてるぞー。あ !1、2、3、7、9。<laughs> まだ半分いってねえのかよ。<laughs> やばすぎるだろ。<laughs> おい、やばい、もう夜来るって。 羊を集めろ、羊をんで、ちゃんと小麦も、植えさせてもろて。で、この、うわー、夜がやってきてしまう。あー、夜がやってきてしまうー。あ、いいね。おい、羊にあげてね、羊に。羊増やすよ。なんでこれ、牛がいっぺいいんだよ。お前から取れないんだ。よし。羊にあげてって、牛邪魔だろ、これ。 すごい急加速とんでもないペースでベッドができてるじゃまだ寝ちゃダメまだ寝ちゃダメおいまだ寝ちゃダメベッドが足んない夜通し働け夜通しこの夜の間に絶対ベッド集めるぞよし,よし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 よいよしよしよしよよし <laughs> いいぞ、いいぞ。うわあフィーバー <laughs> おはいできるぞ、もうあと、あと三つあと三つみんな寝る準備して今日寝るよ寝る準備して戻ってきて寝る準備、寝る準備もうベッドできるよ牛がクソじゃなくてピ匹ソロ殺していく。よし。一人ずつ俺がわびいていく。間違っても羊を殺さないように。

<laughs> 全員寝て,横になって、横になって横になってあと三人誰起きてるの寝てあと二人誰 <laughs> ビーガンが眠ることができない <laughs> そのプライドをちょっと今回は捨てて寝てあと一人誰 <laughs> あったー <laughs> できたー<笑><笑>よーし、よくやったぞ <laughs> な、ニこ、おい,ちおい,おい,、ねちい、ちょっと待って、おい、おい、やべ、バクた。あ、ぶんね、あ、ぶな、やべ、動けなくなっちゃった、俺。ね、動けなくなっちゃった。あ、半角か。あ,あ、びっくりした。よかった。やべ、絶対完璧主義者だろ。あ、犬構生か。俺ね、俺もね、実はね、ちょっとね、A 型機質のところがあって、できれば綺麗になってほしいから、 これはこうさせてもらいます。オッケー。オッケー、寝れた、寝れた、寝れた。これでベッドには苦労しない。じゃ、作戦を、<laughs> ベッドの向きが気になります <laughs>。直せよ、じゃあ、てめえが <laughs>。じゃあ、おめえが直せ、ケチつけてくんだったら、おい。おめえが直せ。お前がやれよで、俺はちゃんとサトウキビを育てると。そういうな、人が面倒くさがってやらないことをやる、率先してやる男。 になりました、俺は。どうですかその辺に関しては。これは激しく邪魔です。あー一番可愛いフォックスちゃんをエキノコックスちゃんを名前つけたんだけど、エキノコックスちゃんって。どうサトキビロードにしよう、こう。あー、よかった、とりあえず <laughs>。<laughs> こいつマジで戦力になってんのかよ、おい。 心配だよ。こいつは戦力になってるのか。で、俺が、ね、ちょっと待ってな。ベッドの向きを、整えると。<laughs> 色はもう許してよ <laughs>。色 <laughs>、で、ね、完璧主義者、で、ね、完璧主義者、ちょっと頼みがあるんだけどさ、おい完璧主義者、お前 <laughs>、入り込ん、これベッドのさ、色見て、これどう思う綺麗に並べたくないこれダメよね。 あははは、<laughs> そうそうそう、やってみて。あはは、そうそう、頼んだこ <laughs> れ便利屋なんだよ、こいつ。これ掃除屋<や>な <laughs>。<laughs> こんな綺麗なの見たことねえよ、俺 <laughs>。なあ。これだけのために生き、これだけのために死んでいくからね、彼は。<laughs> そういうな星のもとに生まれたの <laughs>。で、広瀬すずにディスられてほしい <laughs>。この人は、ずっと整理して何をしてるんだろう <laughs> た。た、気になるのは佐賀。おお、いいね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 。 で黄色と白をどうやってグラデートするか。見物ですね。まあ、帰ってきたら綺麗になってんだろう。えー、食料問題解決。ベッド問題解決。じゃあ、あとは、えだって、あと装備作って、ネザー行って、だよね。エンダーマン倒して、エンダーパール手に入れて、あ、エンチャントもしないと。エンチャントするってことは経験値が、あ、そう、ブレイズロットを手に入れればいいよね。 いけるぞみんなこれ。あー、釣り舞台作んなきゃダメだね。ちょっとさ、誰かさ、釣り得意な人さ、無限、無限弓、狙ってほしいな。俺は、わかった暇な人、ブランチマイニングするよ今から。ブラマイ舞台行くぞ !3 マスずつ開けて、横一列でダイヤ掘るぞ僕らは。ダイヤ行くよまだ、掘らないといけません。オッケー。手伝うわ。 <laughs> お前なんでそんな持ってんだ <laughs> お前どっからクス出てきたんだよおいお <laughs> いお前どっからクス出てきたんだよ, <laughs> んだよ <laughs> 自分で掘った自分で掘った俺にくれる俺にくれるありがとうもっとも,も,も,おもっと持ってんだろうもっともっとってもっと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 ーっとも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 っっ よし。パパカズやん、俺。これがパパカズの良さいいね、やっぱ協力して。<laughs> <laughs> お前もういいよ。お前もう気になって、気になって他のことできなくなってんじゃねえかよ。気になって他のことできなくなってるやん。ねえ。すげえ綺麗になってる。すげえ綺麗になってる。ありがとう。いやー、ハシ欲しいな。 つるはしと、頭にしよっか。よし。めっちゃ綺麗だし。こういうの見るとさ、汚したくなるんだよ、ね、俺、これでね。もうすみて。もう汚れりゃいなやよ。なぁ。よーし、ダイヤ掘るぞー今から俺もゲイと一緒に掘るぞーダイヤ。お前なかなかマイクラが上手いと見た、俺は。あれ、ゲイどっち掘ってたっけゲイが掘ってたのは、あれ違う。ゲイ反対が掘ってたよね。 ゲ、ホローズ一緒に。あ、やべえ。ごめん、一旦戻るわ。ステゴザウルス。あれ、ステゴザウルスって何だっけ誰だっけみんな、ステゴザウルスなんだっけあ、給食のパパか。は <laughs> は、大栄51歳、夕方です。鉄採掘場にピッケルと少し松明がある。いや、松明は俺ちょっと作ってくるわ。急がば回れ。みんながやりやすいようにね。自分一人のことだけ考えないから、俺は。いい時報だなぁ、それ。夕方ですよーって。 じゃあ寝よっかちょっとあの、布団きれいにしてくれたから。<laughs> いやお前、やっぱジジイだから寝るのクソ早いな、お前。<laughs> 寝るのクソ早いね。てか、ベッド各自持ってってもいいよ、これ。ってことは、完璧主義者があそこにきれいに並んでないと、病気になっちゃうから、本当に。俺がベッドを量産して、それぞれに持たせて、そういうな、ところまでチェックしなきゃいけないからね。で、みんな採掘部隊は、この右のボックスに、ベッドいっぱい入れたから、 おのおの持ってって寝るよっつったらすぐ寝れるようにしといてね。頼むよ。全員寝て。あと3人。拠点のベッドによ、当してください。もう、あれで配信見てるやつにもそういう発症してるやついるじゃん。でもあるあるだよね。あるあるな気持ちはわかる。オッケーいいでなんか今回みんな息合ってるよマイクラ超うまいやつはいないけど、がゆえに息が合ってる。さみんなベッドそれぞれ持っててね。よーし。 掘るでー、ダイヤー。オッケー一緒に掘るぞ。で、暇なやつは、全員、ダイヤ全員分のダイヤもう完璧に、マジで、ボコすからね、エンドラもう5回目だから、ね。そろそろクリアしてもいいから、ピッケルは、ま、こんだけで十分でしょ。いや、さすがにもう一個必要か。俺が一番グズじゃん。こいつらを病気扱いしてるけど。KO ボイだけじゃ死んだの。<laughs> あいつ何だったんだ しゅんころじゃん k o b o そんな早く死ぬことある逃げるように帰ってたぞ。ああ、めんどくさいことしちゃったー。<laughs> プライドがへし折られたか k o b o の。<laughs> やばい、子宮が,がゲームを退出した。嫌な予感がする。<laughs> 大丈夫か救急搬送されたかちゃんと見、やったー <laughs> おい、嘘だろ <laughs> よし。そんなことあるやらせこれ。で、これ、やらせじゃないのこれ。やらせか中ぐらい、ピンポイント見つけたんだけど。これ、やらせだよね。東大元暮らしよ、みんなこれ。じゃあ、僕がいただきますか。はーいーじゃ釣り舞台も作りで、え、ちょっと待って、座標おかしくね マイナス27でも取れるの出るときは出るんだ。釣りは片手でできるから、右腕ないやつやらせよ <laughs> おいちゃん、じゃあ右腕ないやつ、いや、頑張ってやってやって。お前の名前なんだっけああ、医者で、ね、お <laughs> どうあのー、普段はさ、医師してるのにさ、どうこういう仕事はどうですかぬおうさん。やっぱ新鮮普段命をさ、ねえ、商材に使ってんじゃん。やこういうのも悪くねえなと思う。日頃の、やっぱストレスもエグいじゃん。 いいなと思う。あはは、いいなと思う。オッケー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 ,オッケー。よし、掘ってくれ。医者の掘り、医者の掘り様見せてくれよ。なんかすごいさ、こういうの、不思議な気持ちになるんだよね。普段この人医者やってんだよ。ねえ。普段医者やってんだぜ。新鮮だよな。ここが54、54オッケー。よし、掘るぜ。てかさ、3マス離れてさ、横一列で掘ろうぜ。 てことは1 2あ二2マスでいいのかこの距離で掘ってけばいいのかこれできるよね3マス開けた方がいいもう1マス3の方が効率はいいなんで全 <laughs> くる天気悪いですダイヤは 2×2 で埋まってるからなるほどねあのさ俺がさ今のところ掘るからさみん…次ペンギンおいペンギンペンギン誰だ <laughs> おいおいごめんね、51歳のに、おい、お前とか言っちゃって。おうへ、こうやって掘ってって。ここ。ここ頼んだわ。おうへ、ここね。この隙間、この隙間。ここ。そう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 。んで、俺ここ。で、3マス離れて、横一列で掘ろう。ありがとう、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 ありがとう。<laughs> 3マス離れて、横一列で掘って。みんな。で、目標は一人50個。50個集めたかったら殴るからね。年上だろうが、年下だろうが。うーん、この砂地帯、うん 絶対ダイヤもないしさ不毛な <laughs> 王兵が掘ってる音が聞こえるえー、この砂地帯超不毛不毛布のお店 <laughs> 左側に掘って時計してるわけいいよ <laughs> こうやって掘ってくわこっちも俺もビビらせるわ <laughs> びっくりした俺 <laughs> がびっくりしちゃった <laughs> ここに隠れて,て俺が切りかかるわ <laughs> 超汚せ王兵 <laughs> ねえ <laughs>、まだあんなとこいんだけど <laughs>、すげえ時間の無駄やめよ。<laughs> こんなことしてる時間がねえんだ俺今。何だろう、51歳のじじに構わらげるな,などうせエンドラで負けるお前さあ、分かってねえよ。くそびびっただろうな、今。えって。 ビクーってしてた、今。キョローって。20人で掘ってるから。うわぁ、KO 防衛失ったのいて、一人でも人数多い方がいいからね。うわぁ、一回戻って鉄作ってくるか横着せずに。いや、ダイヤ2個以上取れれば、このダイヤが、ダイヤのツルハ橋がなくなるまでに、ダイヤが2個以上取れたら、プラスだから、俺は、俺を信じる。速度を買う。 ほら、こういうことだみんなこういうことだねえどうしたお前神かよ、おいおい神のババアかよお前は神じゃないだ、ドーパミンだ、お前お前ドーパミン大丈夫かおいなぁなぁ、おい,なあなあお,いお前ドーパミン大丈夫 大丈夫なのかな大丈夫っぽい。まさこかと思った。えー、レギンス。ひとまず完璧にしておいて、何があるか分からないんで。これ急がば回れなんで。これ回れないやつは二流なんで。上元気にしてるかな分かんねえ。でも今回みんな働き屋さんだから、すごいさ、めちゃくちゃうまいってわけじゃないけど、みんながみんな、なんか石、あれじゃない 疎通がすごくない今回。絶対に俺をクリアに絵と誘うぞという強い意志を感じる。うーん、まさかの4マス来たー !4 メウス来たーこれはもうすでにオープラね。プロメテウス来たじゃあ、贅沢にダイヤで掘らせてもらいましょうか。お一。 そして俺は実直に掘り続ける。ダイヤ、出た、来て、もらえますか <laughs> なんでお前自分で掘れよ <laughs>。俺になんか喜びを共有したいの、俺と。<laughs> おい、オーヘお前掘っていいぞ。掘っていいぞ。おい。掘っていいぞ。ほら。掘っていいぞ、ほら。掘っていいよ。お前まだ鉄持ってねえのかよ。掘れ。 お前の手柄だよ。ほら。ほれ。どうどうどう超あるし。ご <laughs> こ…ああ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 どう <laughs> どうやばい。ああ、やばい。それだよ。 俺が味わいたかったのは。俺が味合わわしたかったのは。さあみんなじゃあ、おのおのベッドに寝て。ベッド寝て、ベッド寝て。ガチ行きやん。ああああああって言ってたよね、今ね。久しぶりのこの、興奮だろうね。さあみんなベッド寝て。おやすみ、そう。ああ、いいね。意思の疎通が。ちょっとさ、ドーパミンに掘らしてえな。おい、ちょっとドーパミン俺のとこ来れるドーパミン。 あいつがダイヤ当てる瞬間見て、ドーパミン出たから来て。<笑><笑>な、お前、病気でドーパミン出ねえけど、今ドーパミン出たって。あいつ、の限界を、人体のさ、科学で証明できない人体の不思議に俺たち出会いたくない出るかもしれない。じブピーッ止まっていた、あの <laughs>、止まっていたドーパミンが射出するかもしれない。ガローデンの桜のさ、涙みたいな感じで。数十年ぶりに、 あいつの脳みそからドーパミンが出るかもしれない。いや、まだネザーはいいから、みん、とりあえず、いっぱい、最低、鉄、装備。で、ネザーには、あの、右腕使えないやつ二人で行かせるから。<laughs> <laughs> 先見隊として <laughs>、ネザーで5、6人死ぬ。俺は絶対死なないぞ。<laughs> あの、ジジイがさ、あ、じゃじゃおい、おい。ほら、これでさ、ちょっと掘ってってくんで。 でおめえがさ、ダイヤ見つける瞬間見て、俺が。俺後ろで見とくわ。で、ドーパミン出たか教えて。あ、ち <laughs> ょ、痛い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 痛悪魔のような。じ <laughs> ゃ見るわ。うん、頼むぞ。お前がドーパミン出るとか俺に見せてくれ。で、お俺が、松明を置いてくから。えだから自分で見つけた出ないじゃん。で、俺が見つけたのを見つけても出ないじゃん。で、こいつは、自分で見つけなきゃいけない。それが試練だ。 さっきのおじちゃんなんで、ああ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 って言ってたんだよ。ドーパミン出すぎちゃってたんだよ。超楽しみ。<laughs> こいつがダイヤに出会う瞬間、めちゃくちゃ楽しみ。やばい、緊張してきた。なんか自分が、おい、ドーパミンどう今、女装、だってしゃがんでる感じジャンプするまでしゃがんでる感じする <laughs> するよ、ね、す、すれよな、ね、やっぱ。あ、そうだね。今、こういう状況だよね。高く飛ぶ前でもこういう状況だよな。<laughs> よし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 ,よしおい、出るぞ、絶対おい、期待してるぞやべ、緊張してきた。出るぞ、これ。絶対。アイスバケツチャレンジなんだっけ黒曜石か。びっくりした。なんか、どうした、どうした、どうした。あははは どう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 出た出た <laughs> <laughs> どう教えて、ちょっと出たほら、出た, <laughs> ほら出,た出たじゃんほら出たよな、ちょっとなそれだよいやこれ、しかも、真横で一番いいとこじゃん最高じゃんよくやったぞ。B <laughs> だッ体なってりった、今 <laughs>。 体が、今こうやって掘ってたのにビクって、破つやよ、こうやってビーンつって言って。破熱やね、ちょっとね。最高だよな、やっぱな、マイクラのダイヤって。出るよね。一緒にじゃ、お前、お前、じゃ、お前掘っていいぞ。お前掘って、お前持って帰っていいぞ、これ。これ、お前の、あれだ。お前、持って帰れ、持って帰れ。持って帰れ、自分の防具作んな。これっすよ。一に上に回んじゃん、お前、上に回んじゃん。 うェうウうイここここほら。あ、そう,そう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 。オッケー。じゃああと仕事に戻ってくれ。ごめんな。変な人体実験みたいなことして。あれと、もう、もう,もう帰っていいよ。私は何のために呼ばれたんでしょう。これでもうさ、いそ、いあいつ依存症なんねえかな。エンダードラゴンあいつにどめさせてほしいな。ドーパミン出てほしいな、そんで。<laughs> ビクーってなっつよね。<laughs> なっつよね、ビーンっつって。初めて人を触られた時みたいな。 行ってみよう、2人でおいおい2人で行ってみようぜダイヤあったーうわダイヤめっちゃあるおい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 ゾンって何ゾンビかちょあのダイヤは取りてえなまだ後ろにいるおい ちょっとここ慎重にやろっか二人でただ男加藤純一あのダイヤを掘らずに変えるという選択肢はないたとえどんなリスクを払んでいたとしてもこの命に変えてでも取るうわ上にもあるあ松タイ左手オッケーお前すごいちゃんとしてるねああよかったおいちょっとこここれ以上は掘らない方がいい気がするな リスキーだね。これ俺横に掘っていくわ。さすがに怖い。<laughs> 迷いました <laughs>。おい、待ておい大丈夫かじゃあ、オー俺の、あ、ま、マップのさ、俺見て、俺見て。ここ、ここ。オーケーオーケーーじゃあ、オーヘそっち掘ってって。俺が、こ、同じ向きに掘ってこう。リスクの分散で。こっち掘ってって。うん。行って行って行って。 そっちじゃねえだよ、こうやって <laughs>。そっち掘ってって。あ、そうそう、そうっち。うん、そ、うん。いや、当てる当てる。そっち頼んだよ。そしたら、何かあったらすぐ助けに来れるから。まだ死者一人ってすごくない優秀だよね。じゃ、こっからネザー行くから。そうなった時にどうなるか。夜です。オッケー。じゃあみんな寝よう。ナーイス。なんか息も合ってる、今回。頼りになるぞ、お前ら、今日。たぶん、タイマスありますか。あと、 弓があれば、ネザー行く準備、あっ。右手 <laughs>、は <laughs> おい、じゃあ右手お前釣りしてくれよ <laughs>。ネザーだってお前 <laughs>、お前が番長、ネザー番長だぞ <laughs>。右腕ない二人に戦闘行かせるからね、これ。俺 <laughs>、障害者だからて優しくしねえからな <laughs>。お前ら戦闘だからな <laughs>。俺が一番大事だからね。ちなみに。普通に、お前ら人柱するからね <laughs>。当たり前のように <laughs>。おい、一回じゃ、<laughs> 戻ってさ、 はあー、もう、オーなんかどうでもいい。こんなの,のも全然こっちの方が好き。俺に話しかけるな。貴様のじじいは。戻ります。加藤さんの分ももう、あれだね。4個ブロックよ。おい、目標の30個集まっちゃうぜ、マジで。すごくないゲイがゲイと用意した。<laughs> あいつも意外とやるよね。で、一応、エンドラの対応法なんですけど、 まず、片手しか使えない二人が弓打って、なんとかします。で、俺は <laughs>、俺は死なないように立ち回る <laughs>。主にあいつらに戦わせる。理由は俺が危ないからです。俺カメラマン。で、最後の一発になったら俺が撃つ。片手ネスは辛すぎる <laughs>。あ、マックくるいいねおめぇ。みんなすごい勢いでダイヤ手に入れてるよ。早っいや、100個ぐらいもう集まってんじゃねえかな。 <laughs> 最後ドーパミンに決めた。<laughs> おい、ドーパミン絶対死ぬんじゃねえぞ <laughs> 最後一撃お前に、お前が決めよ <laughs> あの、エンドラが下に降りてきて、あの、攻撃届くようだったら、最後の一発お前に決めさせてやるわ <laughs> だってダイヤ掘れただけでさ、あんなにね、ドーパミン出かけてたんだから、俺が出してやるよ。<laughs> ちょっと目標は誰も死なずに行きたいね、今日、ほんとに。たけしは死んだけど、開始5分で死んだ。KO ボーイが。一応頭脳として雇ったんだけど、 あの、一言もチャットで会話する前に死んだ。スケルトンに、引き下がれた。で、以後、慶応の恥って言われてる。うちのチャットランドは。はーいーはいですわ入れ食いですわありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうありがとう、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 マジで。ほんとにちょっとしか持ってこねえのな。14個ぐらいしか持ってきてえのな。 ダイヤ掘るの面白え。ちょ、みんなさ、ダイヤ部隊さ、ある程度で引き上げて、全員で釣りしよう。今度は。釣りするための意図がないので、夜に雲借りたい。オッケー,ッケーじゃあ今日は徹夜しよっか。ああー <laughs> ちょっとびっくりしちゃった。今マグマだったら終わってたね。 マキコ。<laughs> <聞> <laughs> すげえな、46歳のババアと一緒にゲームできる時代になったんだな。夢だよ。俺、小学校の時の卒アルに書いたもん。将来46歳ぐらいのババアと一緒にゲームやりたいって。まさかそんな弱い39にして、その夢が叶うなんてね。鉄か。まあ、鉄も大事だな。たまに鉄鉱脈みたいなのにも当たるよね。あれ、美味しいんですよ。あれ、美味しい。薬丸さんも言ってた。これ、美味しいって。ね、王兵無事かなぁ。 なんか一人ぼっちになっちゃった。一旦戻るちょ、一回戻ってさ、現場確認しに行こうか。シャバの空気ついてえわずーっとタンコやってたから、これジャンプすると早いんだけど、ものすごい速度でお腹空いてくから、みんなは真似しないでね、良い子は。俺はスピード重視します。んでさ、この奥にもあったね。これもちゃんと掘っていこう。抜け目ねえな一回戻ろうぜ、一回戻ろうぜ、一回戻ろうぜ。 ああ、よし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 。あし、よし、よし。いや、相当掘ったね。1時間ぐらい掘ってたんじゃないで、俺がダイヤ27個だから、ぼちぼち。ええー、ただいま。すげえ掘ってる。<laughs> みんな <laughs>。み,<んな笑>みんなすげえ勢いで掘ってる。一旦地上を確認してきましょうか。帰り道がわかりません、普通に。 あの、帰り道がわかんね <laughs>。あのさ、帰り道わかる人いる帰り道がわかんなくなっちゃった <laughs>。あ、ここだ。ああ、よかった。で、こいつ、若さで越していくわ。俺の方が若いんで、ぶっちぎりで。ああ、よかった。帰ってきたぞ。すごい、掘った。 で適当にぶっこんとけばきれいにな,なってるんで適当にぶっこんとけいいんでこいつがいる間オッケーそしたら俺はとりあえずあー3つ作っちゃった間違えて <laughs> まぁ1回みんなにあげればいいかみんなここにラージチェストあるから拾ってほらここここねあれ俺あ,あそうで配れば安田さんせよかったたっくんマーク2ビーガンお前 <laughs> ビーガンか OK キック見てでいいな。おー <laughs> おーおーだねー。どうっすかみんな頑張ったね。地上部隊も仕事してるな。絶対これ完璧主義者がやったから。これさ、家の前のさ、あーなんかどっかに、 死牛死牛ンあき牛うが、牛きゅ牛が、ほらこれあげる死なないようにうんそれ装備していいよ装備していいよお前ああそう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 はははハかわいい<笑><笑>いいだろかわいいババアって呼んでんだちょっと釣り舞台増やしたいね全員でやるか第1回加藤純一チキチキ加藤純一バス釣りナンバーワン決定戦 無限弓二三本欲しいべ。右腕が一人だと雲狩りができないって言ってる <laughs>。甘えんじゃねえ。やれ、一人で。お前一人でも雲狩りできんだ。助けねえぞ、俺は。お前がやれ。俺はバケツを作る。その間に。はい。ははは、いや。でも死なないでね。<laughs> 死んだらぶっ殺す。めちゃくちゃ整理整頓されとる <laughs> ああ、なるほど。着火するか。 皆さん、じゃあ、とりあえずネザーまだ行きませんけどあ、ネザーへの入り口を僕は着火させていただきます。よろしいですか行きます。はーいー。まあ、それだけなんですけど <laughs>。えーっと、それで、バケツを作んなきゃいけないんだけど、バケツは4個でいけるから、バケツ作って、一応エンチャント台作ろっか。うわ、マグムどこにあったっけな あれあ。はい、俺フルダイヤ。紙。んで、俺は油断せずにこうしていくと。どうですか好き、隙ありますか俺に。好き、ねんだわー今日の俺に。今、クソ危なかったね。はい。 俺がこんなとこで死ぬわけないやん。期待したしよう。んなわけないやん。いった。どうせとどめの一撃が今のトゲだったな本が必要なのか。本ってさ、キビちゃんとなんだっけあ、川だ。やべえ、川がねえ。あ金、<laughs> なんか金不足にはならなそうだな。 こいつはほんとにこのまま人生終わってくんだろうなえ牛殺しても皮出ね出ねえのかよマジかよ馬殺しておっビーガン馬殺してきてくんねなあちょビーガンちょ来て馬10匹ぐらいぶっ殺してきてくんね皮が必要なあったビーガンさ2人でさ馬ぶっ殺してきてくんね,てくんね10頭ぐらい 二人で行ってきた、ちょっと。よろしくな。えっと、サトウキビと、棒でいいのか。あいつらはやっぱ、馬殺す馬殺しのプロフェッショナルになってもらうから、これから。<laughs> いや、ちゃんと <laughs>。どうだ。釣りは順調だな。あれ、本はサトウキビ、革、違う、紙だ紙を作って、本を作って、そんで、 はいはいい,ー、はい、い,ーいや、本棚集めるの大変だぞ。今までさ、黄昏の森だとさ、簡単に手に入るのね。本棚。川集めるのが大変だから、まあ、一から牛を育てて、増やすのも手だな。ちょ、マジでビーガンに牛殺してきてもらうしかねえ。な、ちょっと、死、死休かね、死休かね。 ビーガン牛殺しに行 <laughs> ってまた <laughs> おいそれち,ゃんとちゃんと牛を最後の息の根を止めるところ見よう俺見るわそれでビーガンが牛殺してるところ歴史的瞬間髪が目いっぱいがっつり必要だからあれサトウキビどっかに余ってたなあるー <laughs> <laughs> まあでもだいぶ熟ボックス作ろうかなマジであ ビーガンが初めて動物殺した <laughs>。出てたビーガンが殺しましたって出てた <laughs>。やったんだ、あいつついに。ついにやったんだ。実績解除したんだ。どうどうするそれでさ、高が外れでさ、私生活でも憎くようになったら、俺のためにやったんだ。今日も徹夜で行くよ。とりあえずビーガンが牛殺してきてくれるから、メインの仕事をそれにしよっか。ビーガンの。 今後主に生き物を狩る舞台として俺活躍暗躍させるわあれ俺キツネ気に入ってたのにキツネじゃなくなってる悲しいスカメになっとるエキノコックスとして名前エキノコックスって名前つけてた俺可愛がってたのにこれどういう構造になってんだどこに水ここに水が入ってんのあここに水が入ってるから3マス斜め3マス3マスいけるってこと賢っ賢じゃん 食え食ズカスーボケーよしうめ子供を <laughs> いいねーいいよーいいよーマジでずーっとやってんだね。クワトロ25が。今なんか俺、お前も釣りしろと分かった。 サボっててのがままししたたか右腕だだけでつらしていただきます僕もタバコを吸いながらおい右腕二人とさ隣で横並びでやろうぜでおめえらはかわいそうだな俺左腕でタバコ吸いながらできるけどおめえら右手でやってたらタバコ吸えねえなずりだろちょっとお前言っちゃけんなおいおい待て二人で行くぞ シお,お前右腕だけで <laughs> お前 <laughs> こいつと戦えるんのかよ <laughs> よし横並びでやろう足使ってやってんのかあいつ、ね、プロだねはーいーびっくりしちゃったあいつ何やってんだ水の中にゾンビを追い込んでそんでやべえ あいつに夢中で釣り、失敗しちゃった。んで安全に軽い。なるほど。頭いいね。隣で一緒に釣ろうぜ。おめえも釣れよ。あ,あそうそうそう。先に釣った方が勝ちな。釣り大会しようぜ。みんなで。暇なやつさ、全員で釣り大会しようぜ。しょぼーお前 <laughs> 悪いけど俺は左手でタバコ吸いながらやるぜ。よし。お前なかなかいいペースやん。 <laughs> 時折出張していくの何だろう、その <laughs> あ。あゾンビ倒してくれてるんだありがとう。お前、水の魔術師やん。ちゃんとビーガンは馬殺してってね、絶え間なく。この周辺にいる馬は全員、ビーガン二人が殺して。で、顔を集めてくれ。絶え間なくね。あ、襲われてる、襲われてる、グリーパーに襲われてる。<laughs> 頼む頑張れ頑張れ助けに行け、右腕よオッケーオッケーオッケー。<laughs> いや、右腕は、まあ、もう、俺、もう俺の右腕だからね、要は。周りにゾンビがいたら殺しに行くし、仲間がピンチだったら助けに行くからね。お、いいね、みんな、ダイヤ装備できてるね。そういう意味での右腕だ。おーへ、釣りしようぜ。おへさん。釣りしましょう。ほら。釣り釣り釣り。おーへ、おへ。釣りしよう、ほら、釣り。釣りしよう、二人で。横一列で釣ろう。みんなで。先に無限読みつった方が勝ちな。 釣りの仕方わかるんだろ、さすがに。そう <laughs> 右腕だけだから、ミスったのかな今お、右腕今も今ヒットしてたよ。イカ上げなきゃダメだよ。<laughs> <laughs> お、ビーが殺せ殺してみせろ俺に俺の目の前で中性子を見せねえみろおい殺してみろ、お前らが人が向けろやれ、そいつらを そしたらをやってようやく仲間だやれやるんだ俺の前でやれ早く死の仲間になれ死の仲間になれはっ <laughs> やれやれ早く殺せ川だ川を手に入れ <laughs> 川を手に入れるおしおしおしそれでいいんだ。人間は動物殺して生きてんだ、俺たちは。 そういう側面もあるというね。これ学びだ、これ、学び。うぅ、ん、いや育てるようか、ごめん。ごめん。ごめん、育てるようだったんだ。ごめん。もうちょっとじゃ、捕まえてきて。お前ら、うまいな。うち捕まえんの。ごめんね、育てるようだったんだね。無益な摂取をさせてごめん、マジで。心に傷を負わして。ごめんね。また頑張って、捕まえてきてね。いってらっしゃい。あいつら仲良しなんだよ。 同じ思想を持つ者同士。二人ともビーガンだよ。昨日までよね。あ、そうだみんなごめんここさ、浅いから釣れねえわ。もうちょい奥行こう。そんなんあった気がする。知ってんだろ <laughs> あいつ何してんだろうな。わかんねえ。<laughs> 何かを探してるね。何か落としたんだろうね。何す、何してんだろうね、あいつね。そうそう、関心もしていこうか。何してんだろうね、彼。 コンタクト落としちゃったのかななんか殺してるな。海んちがいる。昆布買ってんのかな釣りで魚取れるから倒しに行かなくて大丈夫。どういうことぶっ飛ばすぞ、てめえおい。怪文書。あ、魚買って食料に仕事してんのかたマッククルーにはマッククルーのやり方があるんだろう。 全然俺だけ釣れないやん。被害妄想出てき、出てきちまう。俺だけ釣れねえんじゃねえかって。超お前ら釣りうめえんだけど。<laughs> なんでなんでこんな釣れない俺だけ。よし。お宝の匂い隣に取られてんじゃねえか俺。で、いい武器は全部ドーパミンに持たして、ドーパミン出す。今なんだ今何 あ,あポーポションかお前さっきから宝よく釣るなぁ。石腕の釣りの名人じゃねえかよ。<laughs> な特集されそうそういうの。石湾釣り名人じゃん。<laughs> ドーパミンに釣りさせろ。<laughs> ドーパ<バ>ミンに <laughs> <バ> <laughs> <バ> <laughs> <バ> <laughs> 釣りさせて、あれしよう。<laughs> 無限に釣ってた時にドーパミン出るからやろ。ちょ、ドーパミン来てくんないこっち上。ドーパミンくら、またお宝釣ってるよ。 こいつ釣り名人だ。ちょっとさ、今夜さ、ファントム来ちゃうからみんなで寝よう。さあみんな寝よう。寝るよ、寝るよ、寝るよ。さあ寝るよ。びっくりした。誰も死んでない、誰も死んでない嘘。あの、開始5分で KO ボーイが死んでからは、誰も死んでない。あいつ一体何だったんだろうって。OK。いいぞ。さあ5回目にしてついに、ついに全クリエイト エンダードラゴン絶対死なねえぞこいつら全員死んだとしても俺は絶対死なねえ生き残ってやる。こいつらを逃げにしてでも生き残ってやる。ああなんかすごいし気づかなかった。こんなものをいつの間に俺は手に入れていたんだ。で、俺は釣りと並行して、ね、やらなきゃいけないことがあって、川を、 作んななきゃいけないけすよ俺サボんない今日の俺サボらんよいつもまたサボりまくってんだろう今日の俺働くよちなみに模範よみんなの模範衆よ俺がん<ー>さあ釣りするぞガッツおいドーバミドーバミおいドーバミ釣りすんぞおめえがさ釣りしてさ 無限弓出て,てさ、ドーパミン出るから試すぞ。オッ OK。ほら、釣りして、釣りして。見てみろ。お前、無限弓出たらたん、たまんねえぞ。見せてくれ。お前のドーパミンを。ジョージを黙らせんぞ。しかも、溜める時間が長、長ければ長,長いほど、ドーパミン出るから。魚しか釣れません。そういうもんよ。得てしたそういうもん。俺さ、ちょっと糸いっぱい持ってきてさ、いっぱい作るわ。 これ足んねえわ、釣り具が。いや雲どっかいねえかな。で、雲以外にさ、糸、あ、違う、地下にあるな。地下帝国。いや、でもリスク高すぎだな。で、誰かさ、糸持ってる人さ、も、教えてくんないチャットで教えてくんない糸持ってるよっていう人。この犬はね、事故の原因になるよ。この犬の飼い主を攻撃すると、こいつが無条件で攻撃してくるから。注意な。ステゴダウルスなっけ。OK 俺一回それでカモの話殺してるんで。糸持ってる人いねえのか。廃校行けば一発だけどね。三人ぐらいで独足でも帰ってくる頃には一人二人になってるよ。じゃあそこに俺が入ってるという保証はない。フルダイヤ装備の俺が行くべきだよね。ちょっとさ、誰かさ。お、右腕。お、右腕。二人で廃校行くぞ。よし。 ダイヤ古装備よ、こっちから。<laughs> ゲイも連れて行け。で、マキコさん。廃校なかったマキコさん。マキコさんマキコさん廃校なかったどっかに。ないんだ。いや、普通に46歳だから耳も遠いじゃん。ちょっと大きめの声で話しかけないと。返事はしてくれないよ。マキコさんは。 40オーバー、多分4、5人いるからね、今回。あ、ほ右腕。ちょっとさ、2人でさ、こう、雲借りに行こうか、雲。な、多分、廃校を探してる時間の方が長くなる。あー来たーたー <laughs> おい、来た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 。もう一つ終わいぞ,ぞ <laughs> おい、51の GG や。<laughs> おい、今すぐ行く、今すぐ行くぞ。何が来た、何が来た何が来たー <laughs> 何が来た何が来たんだ急ぐぞ急ぐぞ GG ジジがなんか釣ったぞ無限で <laughs> 無限わつ、まあ、いたもんないですあ、なるほど普通のあれかちょ何来た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 ,何来た,何来た見せてもらおうぜ見せてもらおうぜおい見せて見せて見せてどれ釣ったいつえー、めちゃくちゃつえー、<laughs> めちゃくちゃつえー めちゃくちゃ強いやん。ちょ、右腕頑張ってさ、二人でさ、雲借りに行くよ。雲の場所わかる夜じゃなきゃダメかな夜行こっか。夜行こう。これ無限だったら最高だったけどね。ドーパミンどうこれドーパミンのドーパミンが出るとこ見てえな俺は待つよ。無限と修繕は同時につけれない。まだつれてないオッケー。あのさ、ジジーとババアが多いからさ、 夜遅くまでできねえからさ、俺含め。露骨にパフォーマンス落ちるから。あと子宮癌のやつにそんな深夜、深夜まで起きてほしくない。<laughs> マジで <laughs>。そのための KO ボーイだったのに。あいつなんで死んでんだよ、5分で。よし、右で行くぞ。二人で背中を預けていくぞ。俺がお前の左腕になる。クリッパーマジ注意な。ニコイチで行こう。トゥーマンセルで動こう、絶対。目の前にゾンビ発見。 オッケー、いいね <laughs> いいコンビいいコンビいいコンビお重さしあムスケルトンスケルトン持っうわクリッパー右腕大丈夫か目の前にクリッパーとスケルトン雲雲いた右腕来て雲いた雲いた雲いた,クモいた 右で雲かって俺が周りにいるスケルトも降ろしてくる右でさん右でさんやばい右でさん逃げよ右でさん逃げよこれ右でさんこれ逃げましょう人やばいっす逃げるいた,逃げ,いた逃げよた逃げよ右でやばいクリッパーが10匹ぐらいいるこれ逃げよ飛とんでもないとんでもない次おまけナイスー 右腕殺し。クモはっけ右でクモはっけね、このさこ、なにこの気流は近くにクリッパースケルトスケルトいっぱいない右腕助けて逃げろ逃げろやばい逃げろ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 やばい逃げろ <laughs> 右切れ右なかいで大丈夫か一 <laughs> 個かよ。おい、もうグリッパーが怖すぎる。一個じゃ足んねえだろう。牛どんどん育ててないです。ちょ右で、でも、気合いでもう一回行こう。今ぐらい慎重に行こう。正面に、スケルトン。このスケルトン殺そう。ナイス。俺たち無敵だな、この辺の大事じゃ。 右でやばい右で、俺逃げるわごめん、お前、おちに逃げるわ、ごめん <laughs> マジでごめん俺、お前捨てたわ今、今よかったぁよマジか、溶岩って、お前死んだか死んだやべぇ、医者が死んだ死んだあははははやばい <laughs> おめえどうやってお前、子宮がんのやつがさ、体調悪くなったらどうすんだよ 頭いいやつから死んでってんじゃねえか。あ、なんでああ、よかったよかった。繋がりました。お前このままあと5時間はかかるぞ。<laughs> もうなんとか24時ぐらいまでに。いや、多分 DDOS じゃないと思うよ。前もあった。<laughs> KO ボーイがやってる <laughs>。あいつ賢いからな。死んだくせに。お前だろ。今ちゃんと見始めたんですけど、クリアまでの進捗どれくらいですか <laughs> え、どんぐらいなんだろう。でも、波に乗れば、てか無限弓さえ手に入れれば、もうすぐ、ネザー行くから、ネザー行ったら、ウィザーロッド手に入れて、って感じじゃないもう50%ぐらいだよ、感覚的には。参加者のみんなもちょっと休憩しといてね。あの、体調悪いやつ多いから <laughs>。あの、死休警官が発火したら <laughs>、あの、責任取れないんで。昇休支柱。よーっし、ゃ、行くか倒すぜ、エンドラー 倒しちゃっていいっすかダメかオッケー。俺意外とそういうのには、従順だからね。オッケー。ただいま。とりあえず今、死亡者は二人。<laughs> お前刺されてるやん、俺が知らの間に。<laughs> 俺の知らぬ間に刺されてますやん。<laughs> おい、糸足んねえよ。<laughs> おい、糸足んねえよ、右腕。<laughs> なあ、お前右か、お前、一本しか残ってない。<laughs> 右腕に や刺さってるやんねえ。大切な右腕にお前や刺さってたよ悲しすぎるだろう。お前俺の友人のみ、たった一本の右腕にや刺しやがって許さねえぞ。さあ釣りしようさあドーパミン釣るぞ <laughs> あれドーパミンどこ行ったドープ釣るよお、なんか来た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 。 あお前も釣れじゃよお前も釣っていいよお前も,も隣で釣れよおいゲイ釣れよなあよしよしよし近くで釣ろう恋人みたいに、うん、デートみたいなもんだからな先にお前が釣ったやつ俺にちょうだいこれが切るんだよしどイに釣る釣る 三にするよお。お、俺真ん中な。俺真ん中。よし。で、一番最初に、レアノ釣ったやつが、あれね。勝ちね。入れ食いやん、俺ら。釣りプロじゃん。軍団じゃん。大平戻ってきた。大平戻ってきたら釣りしてね。横一列で釣るよ。もう絶対に、今から無限指釣るまで、俺たちは、こっから一歩も動かん。竿 <laughs> 壊れちゃった <laughs>。 なんとかしてくれなんとかしてくれよお医者さんはどこにいたんですかみんなの命を守るお医者さんが先で死んだ嫌 <laughs> <ichi> <laughs> なことしたね今ねじゃか,かったか,かった俺が釣りざとっってくるからお前持っとけちゃんと釣ってくんだよまた俺じゃあ あいつ倒しに行かないけねえのかよ右腕がいねえと一人で行けねえよ俺ちょっとさみんなでさ固まってさ右腕と王兵みんなで固まって夜来たらさ狩りに行くよ平行して俺は牛を増やす忙しいな <laughs> !?K 覚えた ?K 覚えねあのなんか工学に暮らしらしくて d ードスやろうと思えばできるんだけど僕は決してそんなことしてませんって言ってた 今さっき止まったのは別にディードソンせいじゃないちなみに信じてるよ俺疑ってねえよ KO ボーイをいいなあいつらえってか待ってドープレスとさあのゲイ付き合うんじゃね何この感情この嫉妬心この感情はまだ俺に今の俺には説明できないのであったこの感情が恋だということに加藤純一はまだ気づいていないのであったなんか作ろうとしてる <laughs> お墓か <laughs>。いいね。お前なんかそういう心があるね。いいね。あと、KO ボーイも死んだからな。恋愛リアリティショーじゃん。拠点出て右の方の木を切れば、雲狩りしやすくなると思います。地道にやるか。そういうのが大,大事だよな。右でやるか。俺たちで。こういうな。雑務も大事な仕事のうちの一つだからね。<laughs> 完璧主義でにやれやす 完璧主義人や,やらせたら多分30時間くらいかかるから。さあ、右腕さん暗くなってきましたよ。ははは、マキコ行け、マキコ!脳の、障害のせいか、成果、脳の障害の成果、気持ち悪いです。<laughs> それ、頑張ってくれ。頑張ってくれってか、別に無理しないでくれ。ちょ、マキコさん、マキコさん、今から、雲からよ。 それがしも、一平卒に、おくわえください。オッケー、みんなで雲狩りよ。雲狩りするぞ、みんな、こっち来て。暇な人。王兵、あれかよ。一人称、それがしかよ。王兵すぎるだろ。ビーガン、雲だったら殺せるなあ、ビーガンズ。あはは、ちゃんとあれ食ってんだ。雲だったら、あはははは。あ、雲はちゅなく殺せるんだ。それビーガン界のルールであんの雲 <laughs> だったら全然いいんだ。 あ、そうなんだ。あ,あ、そう、知らなかった、俺。それ、ビーガン界のルール知らなかった。雲は OK なんだね。虫は動物じゃないってことだ。ネ <laughs> ゼ、ネゼまで休憩します。なんだ、ネゼまでって。あ、ネザーね。OK, OK. よくやってくれた。あ、いいよ、いいよ、いいよ、シャカリキ頑張ってね。みんなクリッパーにマジ注意な。大量死あるよ。 お前、俺にこれを使えと。このマスターソードを任せろ。矢に吸いながらとてもじゃなきゃできねえ。ボス。味方はどれかわかんないよ <laughs>。いざ殺し始めたらビーがめちゃくちゃうめえじゃねえかよ。動物を殺めるのが。プロかよ。見つけるやいないや殺してたよ、今。みんなでさ、横一列でさ、進行していこう。みんな常に、常に団体行動ドね。常に団体行動。スケルトン発見 やクモみんなじゃににでででで、ここにいるギる、ギリ、ね、みんな気をつけてクモ発見クモいた、クモいた、クモいた、クモいた,モい,たいいよ、休憩してね、休憩して。適宜みんな休憩しながらやってね。クリッパーもいるか、気をつけた !N コース、気をつけて捜索クリッパーいるよ順番、順番、順番、順番,順番クリッパーでクリッパーいる <laughs> あけナイスビーガンが初めてだいい <laughs> やばい全然押し込まれてる押し込まれてる <laughs> 全然押し込まれてる俺らやばいビーガン知るな ナイス <laughs> あーステゴサウルス <laughs> あースウルスが死んだ <laughs> マジかよ信じたよステゴが代償がでかすぎるねえこのこの <laughs> お前ら死ぬなよ絶対 <laughs> え巻マキコも死んだ嘘。<laughs> <laughs> マキコー <laughs> おい、ちょっと待って、作戦回復ダメだこんな糸の集めからしてたら、ネザー行く前に死ぬネザーは数で遅うやべえ、マキコ死んじゃったよ。俺めちゃくちゃお気に入りだったのに。お気に入りババアが死んだ。<laughs> マジかよ。超綺麗に整頓されてる。<laughs> こいつすっげえさ、 整理整頓してくれるけどさ、何の戦力にもならないのがたまに傷。<laughs> ねえ。こんな、超綺麗マジで。やべえ。何人トータルで今、残ってんの ?2 の死の5、15人。ヴィーガン、タックマーク2、ストークーンさん、ステゴサウルス死んだよね。シキュ球ガン、ゲイ、王兵、N 構成ナオコ、右腕だけ、マッククルー、レスドーパー、 加藤ジ情ジケー。完璧主義者、ほぼラ大長演。<laughs> やべえ。どうドーパミン。ゲイ。なあ。おっ。ねえ、とんでもないもの、お前、どんなとんでもねえもの釣ってんのこれ。化け物じゃん。これ何につけるツルハシかな効率強化と、効果と幸運。 でもダメージ軽減めちゃくちゃ強いよ。これダメージ軽減を、ためだけに作るのもったいねえな。いやでも、ハシだね。金床が必要なのか鉄ってさ、でもみんなあんま掘ってねえはず。13個。鉄31個いる。鉄10あります。あ、ちょっと一回さ、この家の前にさ、鉄集めてくんね。<laughs> 何これ。<laughs> これ何これ。 ね、釣りざおさ、一回さ、エンチャンと何が出るか、じゃドーパミン釣竿を一回くんね、貸しくんね。<laughs> それしかするなかった <laughs>。お前、それじゃドーパミン出ねえわ。それじゃダメだ。ちょ釣りざお一回貸しくんね。<laughs> ドーパミンあっ、雨だからちょ雨チャンス、雨雨釣りしろ、釣り釣り釣り。雨は釣りだよ。雨はボーナスゾーンだよ。いっぱい釣っていっぱい。 2527俺が鉄掘るみんなめっちゃ鉄掘ってんじゃん今何人来てる今4人あっ,っいやばいじゃんな何ここやめよ封,印封入封入鉄掘るわ俺が努力の男加藤潤一見せるね <laughs> 拠点の財布教えてください迷いました <laughs> どこまで行ってんだマキコが音もなく死んだからなマキコさんはさすっごい頼りになるおばちゃんだったのね私も手伝いますそう言って死んでった全然鉄折れないダイヤより鉄が掘れない ちょっと皆さんあのー、最高の <laughs> 来てほしいマジでマグマダイバーしたシャレなんだから鉄もあったし糸もあるおい来てあしあしあしみんな糸これ根こそぎ持って帰るよああ鉄もあるようレジなんだよここやばすぎだろおい神だよでマジで何が怖いって角待ちのクリッパーマジでいるから 牛乳持ってくるので座標ください。ちょっと誰か座標。ちょっと待ってね。ダメなワクワクして体が止まんねえよ、おい。誰か座標教えてあげて。来てる人。ちょっと待ってね。も,もう戻る。一旦戻る。だけど、とんでもないことが起きてきて、あの、加藤、迷子になってます。ちなみに。興奮しすぎて。助けに来てくれませんか僕を。 マイナス125、22、マイナス118。なんかペタンクみたいな音がする。あ、ビガ無理。あ、ちょっと助けて。そっちか。ああ、お前、すごい、ナイス。<laughs> やったー。おい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 。めちゃくちゃ糸見つけてきたぞ。さあ、釣り竿だ。さあ、大谷だ。これ、急転直下。急加速的に。 じゃあまさん死んだのほんと無駄死にだごめんなまさこさんまさこだのまきこだのさあみんな全員で釣りするよみんな釣り竿配るから拾ってはい一人一個拾ってさあハイパー釣りタイムいくよこの手前の一番えっ右腕はドウランドによって突き抜かれたえっ誰ドウランドって トトライデント <laughs> 家の周りでやり投げてる敵いますさようなら <laughs> ちょちょっと待ってあのとんでもないモンスターがしかもあいつが死んだのここのえちょっと待ってめっちゃ近所やんはここで死んだろねえよ 寝るわ。みんな寝よこれ寝よやべえわ寝るわ寝る寝よみんな寝よ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 。よよこれダメだあとさこの企画さやるときさ俺なんだかんだで毎回生き残んない <laughs> なんかしぶとく <laughs> 今回結構アグレッシブにってんだけどなよっよっしみんな釣りするぞ加藤さん良いの釣れましたな何になにど,どれ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 ,どれお前は神だ これは俺のものだ入れ食い宝釣り修繕。さあ、釣りすんだ <laughs> やべ、シャック止まんね興奮しすぎて。しかも修繕だからさ、壊れることもない。やばすぎ。ちょ、<laughs> 見てこれ <laughs>。このフ<ペ>ェース <laughs> このフ<ペ>ェー, <laughs> ースだと絶対釣れるよ。俺が一番遠くに投げたいな。そういうプライドもある俺は。実は。あと3時間でクリアできますかうーん、多分できんじゃねえかな。 ただこの付近に、あのトライデンと思った化け物がいるからマジで。早めに、何とかしたいね。誰かバケツですかポテトを育てたいです。それは、マインクラフトをクリアするために、それとも、マッククルーとして、どっち前者だったら俺はバケツあげるけど、後者だったらバケツをあげない。こんだけの人数でつって釣れないってさ、どんだけレアなんだよ。なあ。 俺が一番得訓投げる。それ譲れない。よしやべっ。<laughs> お前らまだまだ力が足んねえな。俺を目指せよ。 これぐらい飛ばさなきゃ。腕力で。俺、こんぐらい行くからね。マジで。本気出したら。いや、ズルじゃないよ。この中にはトライデントがいるというリスクを俺は <laughs> 取ってるから <laughs>。そのリスク取れるやつしか、あそこまで飛ばせられないからね。だからトライデントいるんだよ。このリスク取れるやつ。 こ俺。ただ遠すぎて全然見えねえ。勘で釣らなきゃいけない。よし。ほんとはここが安定誰も釣れねえ。<laughs> なんでこんな人数で釣りしてて、無限指釣れねえんだよ。いっぱいぐらいあるだろう。なあ。あれんあっ,あったあった。うん、オッケーオッケー。見つけた。よし。 うん <laughs> うんん、まあ、大事なものリストとして入れておきましょうか射撃ダメ4とさおっ <laughs> リアマいるやんリアマ誰がリアマ捕まえてきた何してんあんうん村人もいるあバカ変な死にがしてるなお変な死にがしてるな 何これあ透明ポーション飲んでるのかビー <laughs> が殺してた <laughs> やっと素直になったんだねそれでいいさ寝よっかみんな寝るよ今プレイヤーは13人1人だけ休館でいなくなっちゃった医者あのお医者さんと娘のためにバレンタインのチョコ作んなきゃいけないお母さんもいたんだけどみんな働いてるから多分深夜の2時とか3時までできないよね時間制限つけよう これ21時30分までに釣れなかったら、無理やりクリアしに行きます。最終的に深夜動けるのゲイト俺だけになっちゃうから、<laughs> シャレにならないんで、いろんな意味で。21時30分ね、制限時間は。ほんで、30分でネザークリアして、で、エンドラド絶対エンドラ勝てんね <laughs> 無限弓なきゃ。エンドラ勝てねえだろう。そしたら根性で行く。有限弓で頑張る。ってことは羽が必要だろ矢作るための。

あ、いいね、いいね、いいね。いいね、いいね。ナオコ、いいねナオコ、いっぱいさ、鳥増やしといて。いや、これ、正直、鳥込んだけいたら、ぶっちゃけ、有限弓でも、いけるっちゃいける。あれ、火打ち石もあるんだっけあ、幸運で砂利を掘ればいいか。でもさ、だったらネザーでいけそうじゃないね、あの、塊は死体じゃないよね。 捨てたんだよね、さすがに。あれ、タンパク質の塊じゃねえよな。俺が今、現状一番いい差を持ってるから、俺が頑張る。俺が頑張るということ。ゲイがいいやつ、釣りまくってんだよね、さっきから。あいつに託すのも手かもしれん。いい差を持ってる、あいつは。ゲイの隣で釣ろう。あいつなんか奥で釣ってんぞ、あいつ。<laughs> なんでこっちで釣ってんの、あいつ。 こういう戯れもすると。恩恵を得る。こういつと二人で釣ることによって。全然引っかかんなくなっちゃった。ちょ、裸で釣るわ。<laughs> お,前お前、お前、服着ていいわ。<laughs> お前、どうすんだトライデントが <laughs>、トライデント来たく殺されるぞ。<laughs> お前さ、これ、岬でゲイと二人で死にたくねえよ。俺、なあちゃんと服着とこうぜ、俺ら。 そんな死に方やだよ。そんなふざけた死に方。完璧主義者がようやくつ、は <laughs> 初め、一瞬今、みんなもドキッとしたよね。いやーもうこれあれだな、夜通しだな。なんかいつも時間なくてさー、結局無限弓釣れない気がするんだよね。ほんと無限弓って、 簡単に手に入るとき、時とさ、全く手に入らないときの差が激しすぎるわ。でもちょっとあの、参加者の都合も無理させたくないから、今日本当に。で、子宮警官のこ、あの、おばちゃんにさ、マジで深夜3時とかまで、あの、起きててほしくない。どんだけ遅くても1時。無理やり行くからね。なおこ、新捗モンスターハンターお前、ここまで。白衣の天使がついにモンスター殺したか。 くぅ。まあ、つ作るか。みんな時間だ。ネザーに行くぞ。<laughs> この状況で <laughs>。フレームはさ、フレーム強いよね。いや、誰も殺さない。俺がもう引っ張っていく。これ強いよね。で、ね、5にはならないよな。3と3混ぜて。やべ、最強だ。 修繕射撃ダメージ5耐久3フレームパンチ。誰かさ、レベル余ってる人、これと、これ混ぜてくんね。これ最強の弓だ。よし。これ、現状最強。修繕ダメージ、ダメージ5フレーム。レベル3は ?3 と、4混ぜて、4作って、よしね、最悪そう。嫌わね。 どうしようか矢がねえ <laughs>。矢が一本もねえ <laughs>。矢あったしっ、さあみんな、準備はいいか今から5分間、みんなそれぞれ準備をしてくれ。で、必ず、ダイヤモンドのヘルメット、ダイヤ、うおぉ、浮きねえじゃん、お前。<laughs> 9本 <laughs>、9本笑うんじゃねえよ。金一を持ってた方がいい攻撃できる。そ、それ何か、 得られるるものあるそれによりエンダパールじゃあ全部持ってくわオッケーネザー攻略編始まるぞ今から帰ってきたら矢を量産できるように行くんじゃねえよ人間のクズがこの子供にもいっぱいあげていつでもいつでも行くぞという構え <laughs> ゲイは釣りわかったゲイだけ釣りを続けさせよう ゲイ、お前、一人だけ釣りしててくれ。頼むぞ。ギリギリ前釣っててくれ。必ず戻るわ。頼んだよ。あいつは自分の仕事を理解している。自分がやらなきゃいけないことを理解している。金装備忘れてる人、注意ね。王兵金装備してないよ。<laughs> あ、足してるか、オッケーオッケー。てきゃあれなんだ。<laughs> ダイヤ装備が <laughs> 少なすぎる <laughs>。あ、でもまあ、オッケーオッケーオッケー。ダイヤ装備もうええ。 ダイヤ部隊こんだけやれば絶対勝てるよーし、行くぞ。お前ら絶対死ぬなよ。え、ドーパミンなんか顔が可愛いんだけど <laughs>。見て、この、ちょっとふって左下向いてる感じ。よーし、じゃあ行くぞ。じゃ俺が、じゃ第、じゃ、第一号俺から行くわ。みんな俺が行ったらすぐ入ってきてね。行きますはい。安全そう、安全そう。まずは周り固めようか。 何このさ人間界の炎ではない炎で、ね、むやみやたらに攻撃しちゃダメだよ道はさささささ、道しるべしとこうで攻撃できそうなさ舞台いたらさ教えてやべえ怖えマジで<ー>先に行かないでそんなえちょっと待って怖すぎこここれはこれはねこいつはねこいつできるちょっとダメだよ攻撃しちゃダメだよこれできるどうすればいいどうすればいい金を渡せばいい で何くれたんだ全部だけでいいのなんか光の矢とかいう伝説の防具をもらいました僕はえレスドーパーはゲームの使用に殺されたどういうこと何どういうこと <laughs> ベッドで寝た <laughs> バカ野郎 <laughs> バカ野郎だよそんな初歩的なこともわかんねえのかよ、こいつ。<laughs> 間違えてベッド置いちゃった。<laughs> ドーパビー一緒エンドラ倒したかったなぁ。<laughs> え、なんかこれ別に大したもんくれねえぞ、これ。<laughs> どうも。 でも、のスプラッシシュポーションもクソデカくないこれ本体5体ぐらい閉じ込めて一気にやるなるほどね何体も集めるんだちょっと待ってねじゃあ一旦これ閉じ込めておくわじゃあみんな行こうあれなんでこんな少ないの人数 <laughs> あれみんなドーパミンマキコさん右腕みんな 置いてくれてる置いてくれてるのはいいけど道中怖いですこっちに行けとはいわかりました先陣切って行ってくれてるやつがいる先遣隊がこっち行ってるよねこっちダメでしたえ何もなさそうじゃあ反対側行こう反対側行こう反対側確か方角の条件があったはずあったはず、うん エンダーマンいました。そっか、俺エンダーマンも倒さなきゃいけないのかよ <laughs>。誰も押すなよ。うわぁ、押してよ。誰かここを作って。<laughs> あ、エンダーパル増えてる。ナイス。エンダーマン倒してるね。みんなエンダーマンを見つけたら絶対に殺すこと。あ、さっきの攻撃でもらったのえや、えやっ,っと。オーヘまさかの戦闘。ね <laughs>、王ーさん。 一個だけ聞いていい大平さん、マイクラ上手いここから、掘りますかうん、そうだね。上手くないの、上手くないのに戦闘行ってくれてんだ。<laughs> 行ってくれちゃう。大平さん、年齢的に一番最初に死ぬるのはお前だ。<laughs> 若者殺すわけにいかねえ。大平さんが行ってくれ。俺が大平さん、後ろで必ず守る。<laughs> マグマ来たら大平さん閉じ込めよ。<laughs> マグマ来たら、ブラックス、一番壊れない黒曜石で大平さん閉じ込めろ、こうやって。 マグマ来たぞ、バッと閉じ込めるわ <laughs> ああ。やべ、コクがすげ降りちゃった <laughs>。もうバカやろ。<laughs> くう<そ>。<laughs> なんてバカなんだ、俺は。頑張れ。うーわ。これ、上登っていこっか、こっち。やべえ、手がれる。<laughs> <laughs> ダメなんだ <laughs>。やばい。八方塞がりすぎる <laughs>。過去最低のスタート。ねえさ。あ,あ、お前押すんじゃねえよ、お前お前やめてくれ。よあ、逆行った方がいいかもね。一回さ、入口のゲート戻ってそっから逆行かないねえ。今だと近いから、入口のゲート戻ろう。二手に分かれるの絶対嫌だ。みんな常にお腹は満帆でね。 あれみんなドかが隠れちゃった。あれみんな帰り道わからん。あ、ここは、あれだ。ピグリンがいるんだ。あ、ピグリンがいない。ここがスタートゲートだよね。ああ。加藤さん、大平さん大丈夫ですか <laughs> え、ちょっと待って。<laughs> ドッグ・オブ・ホスピタラ。あ <laughs>、やばい。あ、ヤッキ終わった。来た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 。一応、外科医も入れてくるじゃん。<laughs> もしもの時のために。明日は到着があるので、コールがあればその都度 AFK となります。当直中に <laughs>。あの、休暇が入った医者が今から合流した毒 <laughs> 具を坊スぎたのはあの病院の犬来た <laughs> お6時間遅れでおい、救世主だ補充された補充された人にこの人は別に、当初から参加予定だったから、別にズルじゃありません。この増員はデカすぎる。 er で40分見てました <laughs> え X。え、x6.7、え、y66、z7.7。あ待って何、何 ?40 人見てました <laughs>。やばすぎだろ。40人も救ってきました、今日も。先生、でもこっからが本番だぞ。もう一個見なきゃいけないからね。ちょ、周りしっかり確認しよう。俺が今、無策で突っ込んじゃったけど。で、あっち行ってみないあっち。 ね、みんないるちゃんとおいバカ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 怖いことすんな怖いことすんな怖いことすんなお前 <laughs> 怖いことすんなあいいね,ねこいつら固めて攻撃しようぜ豚も落とすオッケーで俺も中にいればよくないこうやってあれとれとあそっからそっからやったそっからやったことないオッケー ぐんじゃねえよおらくじゃねえよえどうしたえちょ、お前お前ダメだお前も逃げろお前も逃げろ <laughs> お前は逃げろ逃げとけ <laughs>

ほら、俺エンダーパール吐けや、おい。おい、エンダーパール吐けほら、うん、吐け、エンダーパールを俺は、うん。ほら、吐け。吐け、エンダーパールを、うん。じゃあさ、ね、ナオコさんさ、マイクラうまいうまいナオコさん。うんたナオコさんマイクラうまいってか、たぶん56歳から耳が聞こえてない。 B が上手いから連れてきてんだよな。ね、子宮がさ、マイク、マイクラ上手い攻撃任していい上手くない上手くないが言うからこそ任していいこれ。こいつらにさ、あげてさ、やってみて。ほんで、エンダーパールを集めてほしいんだよね。間違っても攻撃しちゃダメだよ。そう、やって。あのね、Q で落とす、Q で落とす。Q で落として。 <laughs> そう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 そ,うそ,う <laughs> それでずっと <laughs> 一緒やってて一緒やっててそうよろしくねオッケー。さあみんなじゃあナオコさんにあ子宮がに任して行くよ俺たちは前イくよどしたどしたあったあったあった子宮があった、ね、子宮が俺のエンダーパールもさ、まあ、預けるわこれ本当に大事にして 頼んだよ。で、エンダーパールを一発目おいて、そこで。うん、さあみんな行くよ要塞行くぞ他は他要塞行くよみんなついてきて反対作戦成功したね。みんなで行くよ全員来て、全員来てなんか、<laughs> 王兵さんがいないんだよど。<laughs> あのじじい <laughs>。あのじじい <laughs>、どこ行ったんだよ <laughs>。なあ。あーっていう言葉を最後にいなくなったんだけど <laughs> あ。あ見つけた見つけた正面 いやしかもあいつもいるじゃん,めんせいやしかもピックマンもいるだるピックマン攻撃しないよねピックマンに攻撃当たらないよねピックマンに攻撃当たっちゃダメだよやばいようわしかもめっやべベっピックマンやってした いやもう皆殺しするしかねえ。ピッグマン皆殺しするしかねえよ、これ。待って、俺だけ敵対してんのか <laughs> 俺が敵対してるわ。いやもう殺すしかねえ。殺すわ、俺が。いや、みんな攻撃しないで俺がやる俺がやる <laughs> みんな攻撃しないで <laughs> 俺がやるわゲイが無限に見つってる、マジかよ死 <laughs> 球眼がアイスバケツチャレンジよ ってことは、子宮がん待っておい、子宮眼あれ、そんな戦ってない <laughs> 大丈夫あ、黒曜石か。攻撃してるんだ、ちゃんと。あのピッグマンも俺対立してるよね、多分ね。ははは、攻ました。<laughs> あ、してないわ。よかった。あったあったあったみんなこっちこっちこっちあった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 。一旦そうだね。んで、はめれるようにして、やろっか。ナイスナイス、よかった。知ってんねえ、あんたたち。 ああ、よかった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫ですか死に,死にますか誰か。牛乳飲みますかビーガン、牛乳飲む。ガルの矢がくっそある。いらない <laughs> いいね。俺、やるんで、待っててください、オッケー。お前に任した。 あ、ナオコさん。ナオコさん。エンダーパール、どんぐらい集まった <laughs> 超反応性59だから <laughs>。<laughs> ないです。え、ないです。え、俺が渡した3つはあ、ナオコさんじゃない、子宮癌だ。そうだ、思いました。じ <laughs> ゃ、ナオコさんが子宮癌で死んだから、ナオコさんイコール子宮球眼だと思ってた。<laughs> ごめん、ごめん、ごめん。普通にミスった。普通にそういうミスね。 死球眼大丈夫かな心配だな。子球からちょっと見るオッケー。ガストに襲われました待って待って待ってちょっと子球が助けっすよ誰か子球眼助けにいってオッケーオッケ手が震えるので、現世に戻ります。なんでだよ。<laughs> おへさあんた。<laughs> あんた一体どこにいるんだ今、今大平さん。あんた一体今どこにいるあ、いいね、知ってるね。そう、整地してね、ちゃんと。アルチューカーをお、大平さん。ドクターに見てもらう一応内科医も外科医もいるぞ。おー、ブレイズロット10本。エンダーパールがなー、3つしかねえんだよなー。子宮眼が何個持ってるかだ。あれてかさ、15本あれば、あ、 ねえねえ、ブレイズロットも集まったわ。大丈夫だ。ねえ、ブレイズロットもいらないわ。集まった。15本あるわ。ちょ、みんなで、ね、子球がん助けに行こう。子球がんエンダーパールを15個集めればいける。パール出てません。オッケー。今日マジでいけそうな感がするいや、今日マジで全くりする。このパーティーだったらいける。今何人残ってますか ?14 人。子球がゲームを退しました。心配になるからやめてくれ。あんたにエンダーパールも持たしてるんだ。復帰した。 地球がこんがりと焼け地球ガン地球がこんがり焼けちったよ。パールも行っちゃったかな。いや、謝らなくていい。見届けくれ。悲しい。もうエンダーパールなんかどうでもいいんだけど、地球ガンが死んだことが悲しい。一緒に倒したかった。ただな、今死んどけば、現実世界で、な、健康になるから。 俺は財布なくした時にいつも思うんだ。これは俺が、俺が車にひかれたり、なんかそういう不幸があるのを身代わりになってくれたんだ。毎回思う。絶対これ死球癌のじゃん。ちょっと待って、あのさ、死球癌のことをさ、攻撃しやがってガストぶっ殺すわ。どこにいる俺マジ殺すわ。肩ひとるわ、俺が。遺品取り返すわ。 これが子宮ガンの形見これだ。<laughs> おあいつ子宮ガンの形だ。全然、全然焼けない。そうそうそう。そうそうう形 <laughs> は取ったぞ。おそらくあいつだろうね。たださ、子宮ガンにさ、金塊全部預けちゃってさ、何もないんだよね。じゃあみんなでエンダーパール集めに行こっか。砂漠で集めるのとさ、この中で集めるのどっちがいいと思うここか。 一旦…ちょっとごめん一旦…ちょっと待って家に帰ろうそれでみんなで話し合おう一旦落ち着こうぜファントム湧いてきてますやば <laughs> 一旦戻ってねえようあーよかったあとはあとはエンダーパール集めてだよみんなどれだわ分かる終わりってこと5回目にしてクリア見えてきた 俺さえ死なければ俺,俺は非アグレッシブにいくから今回絶対死なないようにで弓矢もうこいつら全部ぶっ殺すから絶対足りるし無限弓なくてもゲイが釣ってたゲイゲイゲイの成果見よう俺たちの思い出の場所 <laughs> ちょっ釣ってるしマジでこいつ <laughs> お前どうやって釣ったんだよこれ <laughs> なあ。クソ強いじゃねえかよ。おい。ハイムゲンユミゲット。うん、こいつはエンドラも倒せずにずっと釣りさせよう。<laughs> さあみんなエンダーパール集めるぞ。<laughs> 加藤さんにご相談なんですけど、<laughs> エンドポータル発見時点でエンタメサーバー再起動させていただいて、サーバーが万全でないので、<laughs> オッケー。かまたオッケー。そうしよう。よ <laughs> し。ついにここまで来た。5回目にして。<laughs> 5回目にして <laughs>。 にここまで来た何これはあワンちゃんがなるほどね頭いいねみんな何その技あそれで <laughs> なんか火打ち石が出んの粘ってんだへえ出,出るんだへえみんな22時35分になったらもう一回 ネザー行って、エンダーマン、残殺害するよ。船持ってってね、ちゃんと。ここにあるよ、船。<laughs> てか、大平さん生きてるかな <laughs> すげえ心配なんだけど。大平さん生きてますか大平さん。心配です。ああ、から、ね、生きてた。<laughs> のし、クソフリンゴミにチャンネラ。じじにチャンネラ来た。いにしえの。 年季30年の2チャンネル来た。最古の2チャンネル。51歳なんで。今現在12人。ああ、そっかー。子宮が死んじゃったからかー。死球、子宮が死んじゃったって言いづらいからさー。なんか、そういう意味じゃないからね。ゲームの話だからね。現世で生きるためにゲームで死んじゃったの。よっしゃー。さあ、行くぞみんなもう一回ネザーに。ネザーでエンダーバルガリア。 行くぞ、俺が先陣切っていくわネザーにて待つ王兵私は遠くまで来ちゃったんで村探しますネザーゲート変えませんかあ <laughs> あーネザーゲート変えた方がいいかでもね相当移動しなきゃいけないんだよねネザーでの移動より早いかなあンねーちょっと待ってここみんなが危ないから埋めてあげようよくジャンプした今 強っ美が強っやっぱ生物と認識してないものに対する非道さがいいわスケルトンなんか生物じゃないから躊躇なくためらいなく殺せるから楽しいねネザげゲート変えよっかこれ変えるべきだ急がば回れだ黒曜石は1234510あればいいよね <laughs> すごい整になってる。だって完璧主義者さっき初めてモンスター殺したんだよ。意味わかるずーっと整地してたの。で、誰かさ、ひ、火打ち石持ってる、火打ち石。海面までついてんじゃん。あった、オッケー。よし。さあ、行くぞ、みんな。大海原に乗り、乗り出すぞ。海だからすぐでしょ。多分。あ、やばい。 あやややばいやばいやばい設定のチャンクを変えたほうがいい。えー、っと、俺のパソコンだったら無限いけるから32、32チャンク。これどうあー、ダメだ。あ、下げるのこれ。3チャンク。ああ、よかった。ここはどこ私は誰あれ早めボート消えた。 ボートが消えた設定でここで24チャンクとかに戻して超頭いいやんけボケーあっあったあったよしみんなあのさごめん俺さ迷子になっちゃったからさみんなについていくわみんなについていくどっち行けばいいそっちかオッケーなんと夜になってしまいましたこれ戻ってないこれ <laughs> これめちゃくちゃ戻ってる。逆じゃねえかよ <laughs>。みんなついてきてこっち。逆ですよ。あ、これサーバー自体が重いのかな重そうだね。一旦接続解除しようか。だと思った。マルチプレイしたことないやつにはわからないんだけど、ボートで海を渡ってチャンク読み込めなくて重くなるのあるある。はぁ。そういうもんなんだ。みんなは生きてるかみんなあ、よかったよかった。これ遠くまで行くの無理かな 金インゴッピグリン攻撃が一番可能性高いかなたださ <laughs> 子宮管がさ <laughs> 全部持って死んじゃったせいでさ金のインゴットないんだよねもうでもこれで一個だからね期待値みんなが戻ってくるまで俺やっとこうかな一人でワンちゃんかわいいねーつーかさもうこれさあなお前なんよしなぜか一個見つけた。<laughs> あと、9個。13個でいけるかな無理 ?20 必要お <laughs> 前16で失敗した。ちょ不安、マジで <laughs>。前足りなくなってなぜかお前が取りに行ってた <laughs>。ちょ、誰かさ、俺の護衛来て。せえ、ほらボケーボケーいや、これ頑張ってさ、みんな分かった。これ手分けして森探そう。別方向に4人。 フォーマンセルで動いて反対方向に <laughs> 放射状に行こう。あの、はっきり言って、10人で移動してても、10人一斉に戦,戦えることはないのね。せいぜい4人までなの。任していいかち完璧主義者、お前任したわ。完璧主義者、お前完璧に2個頼む。なに、今の音は何今の音は何、うん この金塊1個でもう1匹豚釣ってくるわあーエンダーバールいっぱいもらったよ <laughs> 嬉しいこれでいけるよねえ急い,いでこっち来てくんねえのかくす <laughs> 完璧主義者だから <laughs> すごいラッキーだみんな なんか知らないけど3つもらった <laughs> ねなんか知らないけど俺3つもらったよああ集まったー集まったみんな行くぞー <laughs> なぜか集まったー <laughs> なんで <laughs> なんで, <laughs> なんで <laughs> 間に合ったパーンこれが奇跡なのか ちょなんで <laughs> おいなんで <laughs> なんで集まったの今。あとワンセットくんねえかな集まったんだけど、エンダーパール。ねえ。ほら、もっと出せや、これ <noise> 俺が家にスってられて出せや、カス。でも16個あれば正直いけるよね。え、また出たおいみんな誰が拾った誰が拾ってるエンダーパール拾ってる人。ちょうだいちょうだいちょうだい。 お前、なんてことだー行くぞーなぜか20個集まったこんぶ、焼き払えここの土地をうきょねえなおい、行くぞーエンドラ倒しに終わらせるぞ !1 分で集まった <laughs> なんでーおい、集まったみんななぜか !1 <laughs> 分で集まった最高 みんな一回記念写記念撮影してから行こう。どこがいいかな。あ、このみんなここここ集合して…ここ集合して。いたここ集合してここ。これ放送のサムネイルにするから。<laughs> ここアベンジャーズだ。ちょアベンジャーズアベンジャーズ。アベンジャーズ, <laughs> ア,ベンジャーズアベンジャーズ。これ全員。よし。おみんなこのパーティーで行くぞ。死んでしまった。 物たちのためにも、俺たち今日絶対エンダードラゴン、もう、エンダードラゴン討伐、彼これ5回目になります。もう今日で、全クリさせていただきます。頑張るよ。よし。かまた今の放送のサムネイルにしよう。あの、俺の顔だけ、実写の顔で、ね。ナオコがまたいない <laughs>。どこに行ったんだ、ナオコさんは。ん<ー>で、ね。 頭作っちゃうんすよ、これね。おーっすわーなぜかダイヤモンドのつるシを2個持ってるっていうね。いけるぞ、これマジでいける。ついに。俺やるのか。エンダードラゴンを殺すのか、俺は。みんな寝て、明日の朝一万全の体制,体制で行こう。万全で行くよ、万全。奈 <laughs> 央子が遭難してる。<laughs> お前、そんなお前、直子が相談したら助ける決まってんだろ、お前。母ちゃんやぞ。直子雪山で相談してます。ちょっと、奈央子さんにさ、うちのお母さんにさ、座標打ってあげて。ナオコ相談中。いや、今までで最多人数残ってる。今まで50人でやって、最後残ったの7人とかだったんね。なんで今回こんなに調子がいいの しかもめっちゃ上手いやつを集めたわけじゃない。で、俺が上手くなってる絶対明らかに前より。今回活躍したよね、ねね。働いたよね、ダイヤもったし、釣りもしたし。無駄じゃなかった、黄昏の森は。ナオコさん帰ってこれたナオコさん大丈夫あと、ゲイがすげえ。おい、ゲイ最後はお前も行くぞおい、ゲイ最後はお前も行くんだよおい、釣りしてる場合じゃねえぞ寒いです。 早く帰ってきてな、ナオコさん。普通にそんなこと、悲しいよ、母ちゃんがそんな寒がってんの。ゲイ大合戦があったね。今回。いや、これ全国行くわ。これ全国あります、今日、皆さん。ゲイお前くぞ、お前も行くぞ。今回よく頑張った。必ず生きて帰ろう。俺、絶対死なない。俺、ちょっと、申し訳ないけど <laughs>、みんなにが、みんなに最初頑張ってもらって、あの塔の上に壊しに行かない、俺は。 いっつもそれでこされるから、塔の上は絶対に指で俺は遠隔で行く。そんで、エンドラも遠隔で行く。いっつも俺が先陣切って行って塔でしぬるから。なおこさんにしよ何それね。ちょっとやばい。なおこさん早く帰ってきて。なおこさんどこいんのなおこさーんまきこさーん黒柳さんあ、防御延長としよう。確かに。 いやあ爆発体勢落下対戦欲しいう二22は無理だ落下対戦いやでも落下俺登んねえからいらねえわ俺登らねえもんだって普通だったら欲しいところなんだけど俺登らないんで絶対今回は本でエンチャントしようみんなに本取られちゃったじゃあアグレッシブにいこうダメージ増加を剣につけよっかありだよねよしで直子さん大丈夫 なおこさん確かにゲイの、中にエンチャント入ってそう。<laughs> 帰れた。<laughs> ちょ、みんなベッドで待つぜてて。お前なんでダイヤ隠し持ってんだ、お前。へそくりを奪ってやったわ。さあみんなエンドラ行くぞー。寝るよ、一回。さあ寝ます、みなさん。なおこさんお帰り。寝てください。さあ行くぞー。みんな記念写真撮るよ。なおこさん帰ってきたし。 みんなもう一回記念写真撮ろう、全員で。ナオコさん俺の隣で。ナオコさん俺の隣で。ナオコさん俺の隣で来て。ナオコさんあ、いよし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 。これ、これ今のところ加藤純一アベンジャーズだから、この12人で今から5回目にして初のハードコアエンダードラゴン討伐しに行きます。前回は俺が道中で溺死しました。絶対に今回は そんなことないようにもう万全を期す形で行かせていただきますいくぞみんな行くよ第1投投げまーすあっちだ向こうだやべ待てトライデントいるェット助けてやばいトライデントしなったんねこんなところで殺されたらシャレなんで しゃれなんねえよなあ全員で行くよみんなついてきてる直コさんついてきてるみんな落ちないようにねしゃれならないよ落ちたらよし危機感持ってくよいや、まだ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 これまだ行く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 うんそこでしょそこで投げるよねよく分かってんじゃんさあ第2投てききますみんな見ててね まだ向こうだ全然ついてきてるよ、みんなみんな大丈夫かな123456もういやもう早くも人がいないんだけどねえ早くも迷子になってるおナオコさんオコさんちょっと待ってねなえっとス4 5 2 6 4 8 ちょ、みんな落ち着いて、ナオコさん、ま、待ってくよ。リードつけてくればよかった。ダメ。絶対ル、絶対俺様させない。絶対ナオコつけていく。ナオコさーんちょ、みんなここで待ってて。俺行ってくる。ちょっと俺の母ちゃんだからよ。さすがに置いてけぼりんできねえ。ナオコさーんババアだからこういうさ、細けいことできねえんだよ。わかる気持ち。ナオコマジでナオコいねえじゃん。本気でマイコになってんじゃねえかよ。 なんで <laughs>、なんでここで迷子になるんだよ <laughs>。マイナス400、マイナス150 <laughs>。あゆっくりだってあげよ、俺が。早かった。た、あの、たけっちゃった。いけるぞ、いけるぞって。あえました。よかった、よかった、よかった。じ <laughs> ゃゆっくりいくわ。ごめん。俺がちょっと焦っちゃった。これ、俺の責任だ。なおこさん、ボートあるボートなかったら、俺の後ろ乗ってね。さあ乗った子さんなおこさん、ごめん、乗って。 あ、<laughs> よし,よしサミの行くよ俺ついてきてねついてるこれ海の中にあるパターンもあるかなええー、これ海の中パターンっぽいなこれ海の中だったらどうすんのいやこれ海だわ多分いやではドアで息,息できるって言うけどナオコみてえなババアがあんなことできるわけねえだろうがお前うちの母ちゃんにおますんなこせんじゃねえぞごめんできるわけねえだろうが陸地もまともに歩けねえクソババアなんだから。 ふざけんじゃねえぞってめえ。一言考えろ。一旦ここで投げるわ。なおこさん、降り方わかるおおさすが。クソババアなんだからもう。投げますよはい。あっちだ。みんな来てるかななおこ来てれば大抵の人間来てるな。<laughs> このおばあちゃんさえ俺がちゃんと運べば。いや、一回寝ようって俺も言ってんだけど、なおこみてえなババアがベッド持ってくるわけで寝えろが すでに決まってんだろう。どうやらこの大陸っぽいな。なこさん大丈夫 <laughs> あ、んたベッド持ってるか <laughs>。よし、寝よ。一回寝よ、みんな。一旦寝よ。一旦寝ます、ここで。みんな、ベッド寝るよ。よし。さあ、一回投げるか、またここで。雨も止んだぞ投げるよ。行くよ。まだ向こうだ。 なおこさん乗乗って乗っててよよしよしさんだけは切りたくないあっきつった <laughs> 親殺しじゃん俺はやっなおこさん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 乗んな迷子になるからなおこさん乗って超速えマジで何これクソ速え制御不能なんだけどねえなおこさんごめんはまっちゃった降りようよしよし あそこまで行って使おうナオコさんあれナオコさんあ、いたナオコさんの脅威を俺が全部排除していくあぶねナオコに刺さりそうだった行くよ投げるよんごめん、どっあ後ろだ海の中だうわ、海だよ、ね、え、どうするこれ いや、ドアっていうより陸地から掘ってった方がいいな、これ多分。ナオコはドアだと死ぬから、手堅く砂を落として水抜くから陸地から掘っていくしかない。ナオコが死ぬことだけは俺本当避けたいからね。行くよ向こうだ。いや、ワンチャン、あ、そ誰かさ、丸石かなんか持ってない俺高いところから投げ,投げてみたい。ありがとう、あ、丸石。行くよ投げるよ じゃあ下だった場合いくよ投げるようわ海かあでも近くに陸地があるから陸地から掘っていけばいいな投げまーすいやーもうこの辺だじゃあそうだねそっから掘ってってこっから向こうに向かって掘っていけば絶対に俺場所特定した方がいいかな見ててまだ向こうだってかこっちからの方が地形は 掘れたみんなこっちからの方が近いわ多分この辺だこの辺から掘ろうそうだねこのまま階段状に掘っていけば多分当たるぞこれ絶対あるぞ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 ,あるぞこれこれあるぞこれあるぞこれ絶対見つかるよもうその時近いよああーなんでどうした何が起きたの一体 何が起きた一体。死ぬなよ。出 <laughs> 来すんな、出来すんな <laughs>、出来すんな。おふねミスっちゃったか。あ、広げようとしたか。ダメだよ。だもうこれ、必要最低限で行こう。ね、一回さ、広場掘ろう。一回広場掘って座標しっかり確認しよう。これ多分もう海、通り越してるから、横に掘ろう。一回、みんな。いや、もう、もう戻れなくていい。戻る必要なんてない。俺たち前しかもう進まないんだから。もう退路なんていらない、俺たちに。 あとは前だけ。<laughs> こんなところにドラゴンいるんですか <laughs> いいね、その、ウィウィシー反応。見せてやるよ。ダークドラ、ダークドラヤムを。さあ投げるよ、じゃあ、みんな。せーのん。通り越したな。いや、上じゃない、多分下だ。さすがに。この下だね。上いや、さすがに下、みんな、さすがに下。 <laughs> みんながもう竹ってもうガンガン、なほこが <laughs>、率先<生>して <laughs> あ。あえ、入ったよねシェアあ、ドーパミンかびっくりした <laughs>。亡霊かよ <laughs>。いいな、その視点で見てるのもいいな。<laughs> 死んだやつが、入ったのか。近くにあるんだろうね。絶対。落ち着いてほろうみんな。だいぶ、絶対近いから。 危険。何で何が危険？何が危険？何が危険？ああ危険だ。あれれ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 。すごい危険だ。なんかすごいそう。あここで投げればよくない？すみません。かたてなんで息子シス。 みんなここでもう一個投げるよ上なのいくよもう一回投げるよあどこだ消えた今真下だったよねいくよ投げるよ投げるよお前いい位置掘ってるわめっちゃ低いの。 俺、下手くそだと思いました <laughs>。俺はひたすらに、お前に、これを貼る。え、上って可能性あんのマイナス39。あ、マイナス2から発生するんだ。うわ、これ上の可能性もあるわ。ちょ、わかった。これもう綺麗に掘って、もう一回ここで投げるわ。いや、これ上くせー投げまーす。上だ。みんな、あのさ、 鉄見える鉄の方角だ。これ水降ってきて進出ぬルートが見える、マジで。<laughs> これ水死ルートが見える <laughs>。あったどこやどこどこどこホスピタルどこついてきて。あってるあーついたー上だったーやったー <laughs> よっしゃ、行くぞ <laughs> おいついに来たんだなさあみんなエンドの入り口を見つけようじゃないかみんな絶対こんなとこで死んじゃダメだよクリーパーだけ注意マジでクリーパー来たらガードジーって音がしたらやべ全然テンパってる俺今マジで絶対近い 絶対に酔う、絶対に酔う。ああじゃ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 あ。超危ねえ。ま123。1, 2, おい12個フルバージョンかよ。さあみんな座標今から発表します。197。なんだ変な音がする。やめて変な音がする。変な音がする。ん何だだだ,だどうしたみんな大丈夫か。みんなみんな大丈夫？みんな大丈夫？死ねだめだこれそれで。 知るなよしらみがうぜえ !1,2,3,4,5。んナオコがいるってことは大抵いるね。さあみんな、一旦再起動かけます。これ再起動かけて、おそらく1分ぐらいで再起動終わるから、最終号ね。全員いるねケー、OK みんな、誰かが死んでも絶対、動揺しないように。じゃ、カマたいいよ。再のおかけていいよ。みんな必ず、生きて帰ろう。ついにクリあんのか。クリあるよ、みんな。おしっこしてきていいですか最後に。クリあります。よーし最終回ユーチューバー一人で行け、絶対嫌だ。 <laughs> 12人で1個ずつ12個の穴にエンダーパール埋めろ <laughs>。いいね。その全く意味を、全く意味ないけど、もうそういう風に仕組まれたかのように12個穴開いてるんで、1人ずつ穴埋めていきます。そういうの好きです、僕。漫画みたいでね。で、最後の穴俺が埋めるわ。どうよし、みんな戻ってきたかみんなそれぞれさ、1個ずつさ、エンダーパール渡すからさ、1人ずつ埋めていこう。 もうベッドもいらねえ。戻ってこねえからな。みんなエンダーパールさ、それぞれ一個ずつ、一個ずつ持って。いや、ボータ1個でいい。俺持ってるから。それぞれ一個持って。ほんで、一人ずつ、はめてってくんないじゃ、あまずは N コのためから。いいよ。はめていいよ。よし。で、次は、ドッグオブ、ドッグオブホスピタルはめて。よーし。次は、ホムラ、大腸炎。はめて。 よし、よし、よし。次は、タックン、タ、タックンマックス。よし。次はビーガンオーケーオーケー。そ次は、お、おへ、大へ、大へ、大へ、はめて。よし。次は、でゃ、なおこ最後、なおこ最後から2番目。お前最後から2番目。なおこ最後から2番目。番目 <laughs> じゃあ、ストくんさん、ストくさんはめて。オーケー。で次は、完璧してきた、お前 <laughs>。よう頑張ったな、お前 <laughs>。お前絶対最後、お前 <laughs>。生きて帰れよ。よし。で次は、 ゲイゲイゲイはめてゲイはめて。よし。マック来る、マック来るはめて。よし。で、ナオコナオコ。ナオコここにはめて。よし。よし、じゃあ行くぞみんな。先人は、じゃあホムラ大腸院に行こう。大腸院だから。<laughs> 行くよ。はめるア。よし、お前から行け、お前から行け、お前から行け,け。安全を確認してから俺が行くか。<laughs> お前から行け。ホムラ大町院かないけ。<laughs> よし。 で、しばらく、しばらく反応伺おう。<laughs> あいつの反応を伺ってから行こう。<laughs> ホムラ大丈夫どうだチャット送って。大丈夫い,いって、行ってみて、行ってみて。ファーストペンギンたち。いけるよしいる、いけるって、いけるよし、いけるぞ、いけるぞ。しゃあ、来たぞ <laughs> おい、エンドラまで来たエンドラまで来たぞえ、なんでみんなもう行ってんの どううしよう動けねえ怖くて動けねえ <laughs> 怖くて動けねえ <laughs> おい大丈夫か生きてるかみんな大丈夫か頑張れこれ死ぬなよああビーガンが殺された なんでそっちに転がってくんだやべえテンパってる落ち着けクリスタル壊そうまずみんなでクリスタル壊すよあそうだやべえ全員パニックになってる多分全部壊して OK 壊れてるよしあとエンドラ倒すだけ一発よし いや、これ壊れてねえわ回復してるってことこ壊れてねえこれどっかが壊れてねえいや N コ死ぬなヤバいエドコが殺される水の上で戦いクリスタル壊そうあったあそこだナイスここも壊してないねもう全部壊れてるわ あとエンドロ殺すだけあとエンドロ殺すだけんなエンドロだエンドロでないこれキない大丈夫死んだ <laughs> 生きてるなおこしいるなおこ死ぬな, <laughs> な <laughs> あと半分 <laughs> ブレス残るからね効かねえんだオッケーあとはもう勝ちコロでこれこれこれやばい佐藤君やばいそれ 生存ルートやん。やりました、皆さん。ついに、何年越しでしょうか ?5 年越しぐらいじゃないですか。最後何人生きてたかわかんな、ね、い。もう自分が生き残ることで。正直、見捨てた仲間も多いです。4、5人見捨てました、俺。自分が生き残るために。いや、強かった、いつマジで。いや、今回チームワーク、ゲイ生きてた なあ。最後誰が、最後誰が生きてた最後誰が生きてたねえ。ゲイ生きてるんだ。完璧主義者は大岩自爆してタワー1個壊してた。自分の命と引き換えにタワー1個壊してた。体にダイナマイト巻きつけてタワーごと爆発してた。かっこよすぎるだろ、あの、そのジ g ただもんじゃねえな。このエンドロール40分あります。 じゃあ、全部見るわけにいかないんで、総括ヴィビーガンの二人は、最初に死んでた <laughs>。いや、あいつらでも、引っ張ってってくれてたね。最後なかった。ゲイナオコドクター完璧主義者、N 構成・ヴィビーガン11。いや、いい仲間たちでしたね。しかも、ナオコ生きてたんだ。<laughs> 子宮が生きてたの、子宮がま、まネザーで死んだ。<laughs> 焼き殺された。 なオかは水の足場を使ってエンダーマンを殺しまくってた <laughs>。俺それを見かけて、俺母親の、あれね、教えだよ。あ、そうやって倒せばいいんだっ、つって。やるじゃねえか。エンドロール飛ばした後に生存メンバー確認できる。俺 N コース見捨てちゃった。N コース死んである多分ね。生きてた誰かを見捨てたんだよね、俺。明らかに <laughs>、明らかに囲まれてる誰かを見捨てました。 あマック・クルーだ、そうだ。マック・クルー見捨てました、俺。あいつはもうダメだ。トリアージしちゃった。嬉しい。ついに俺クリアしたよ。エンドラえー、生存確認者。ドッグ・オブ・ホスピタル。この人はね、あの ER から、あの ER に呼ばれちゃって40人患者さんを見た後に、救世主のように登場してくれましたね。完璧主義者。 完璧主義者はね、本当に完璧主義者で、多分5時から11時ぐらいまで、6時間ずっと物の整理をしてくれて、すごいやりやすかったです。で、ナオ56、これナオコ56歳のおばちゃんなんだけど、くしくも僕の死んだハワイと同じ名前で今回参加してくれました。で、道中はやっぱ高齢者特有の、ね <laughs>、おばちゃん特有の、あの、道に迷いまくってたけど、最後なんと、 エンダーマンをぶっ殺しまくって、かなり戦ってくれました。心強かったっすね。で、N 構成 N 構成も引っ張っててくれてたね。エンダーマン殺しまくってたんじゃない頼りになったな。で、クワトロ25。この人ゲイで、俺のことを本当に性的な目で見てるんだけど、普通に俺と付き合いたいっつって。もちろんね、このエンドでの戦いもそうなんだけど、彼はね、釣りとか、要所要所ダイヤとか、そういうかゆいところに手が届く。 ゲイでしたね。佐藤くんさん。佐藤くんさんは、あれだよあの、畑作ってくれたり、それなんか、サブ的なね、食事を担ってくれてたな。で、エンドでも、しぶとく生き残ってくれてありがとう。で、エンドで死んだのは、ホムラ大腸炎。正直、ホムラ大腸炎は、死ぬだろうなと思って最初に特攻させました。理由は、色毛で、大腸炎で、自分の血便が見えないぐらい、結構ハンディキャップせよってたんで、おそらく、 やられるだろうなと思って、切り捨てました、早々に。ただいや、そういう役目も必要だから。で、マッククルー。マッククルーも <laughs>、俺の人柱として <laughs>、最後、内側から爆発してました。加藤さーんっつって <laughs>、ポテトが上がった時のリズムで爆発してました。で、大平は、大平は自分の命と引き換えに、タワー1個爆発させてくれたんで、もう悔いはなかったですね。 その最後は笑顔でした。タックンマーク2とヴィーガンの民 <laughs>。この二人はね、かなり武闘派で、戦闘で役に立ってくれてたな。生き物でないと判断するやいないな悪徳残だったからね。いや、その他にもマキコさんとかさ、ドーパミンレス、レスドーパミンとか、医者のヌオーとかね。いや、かなり心強かったっすね、今回。で、開始5分で死んだ、 慶応の数学科の、たけし。慶応ボーイ以外はみんな素晴らしかったっすね。ただ5分、開始5分で死んだのにもかかわらず、最後まで見てくれた仲間や、お前も。お前もまた。あとは、俺が忘れてるやついる死球ん <laughs> いや、今回ね、俺が一番最初にスカウトしたのは、46歳、46歳の死球んのためなんですけど、まぁ、あ、ちょっとね、ゲームの中で死んじゃったけど、ネザーで。 きっとね、私生活では、もうゲームの中で一回死んでるんで、きっとね、無事に治療も成功するでしょう。早期発見なんでね。あと <laughs>、右腕そうだ <laughs>。右腕だけのやつが二人いたんだけど、ちょ、やっぱ、あのー、右腕だけだとマイクラは難しいということがわかりました。俺もわかんなかったんだけど、右腕だけだと、マイクラは、難しい。あと、ステゴサウルスは <laughs>、 ステゴザウルスは、あの、給食、毎日給食600人分の給食を作ってますとか言ってたのに、あんまり給食作らずにダイヤ掘ってた記憶がある。右腕はトライデントに貫かれた。<laughs> そうだ。家の近所でトライデントに貫かれた。いつの間にか死んでた。いやー、ドーパミン出してやりたかったなー、最後。きっとね、出、出たと思いますよ、ちょっと。いやー、面白かったー。 多分足掛け何年すかこれ5年ぐらい買ったんじゃないこれ3、40分あるらしいんで、じゃあスキップして戻ってみましょうか。現世に。ピタッ。あ、始まりの大地か、これが。これが、最後まで生き残った勇者たちです。しかも、なんてったって、わしが生き残っとるんやそれが素晴らしいわしは生き残っとるんやなおこさんが友達のまきこさんに手を拝んでる。 いやあ、よかった。倒したぞ、ついに。初めてだ、俺。エンドロ倒したの。ありがとうございました。ようやった、ようやった。よく頑張った。ナコさんもよく頑張った。うわー全員、20人全員で行きたかったけどね。あは、子宮が、<laughs> おい、死休が勝ったぞ <laughs> ちゃんと全クリしたぞ、約束通り。当よ着頑張ります、頑張ってください。このね、アベンジャーズはまた日常に戻っていくから。 ある人は闘病。ある人はその、人の,いの命を救いに、またある人は高校生に戻っていきます。おい、ゲイ、よかったな。おい、シーズ頑張ってね。また惚れ直しただろ、俺に。おい。俺に惚れ直したっしょ。<laughs> <laughs> なんか、立ち振る舞いがおねえっぽくていいわ。惚れ直したよね。やっぱね、やるなって思ったでしょ。それでいいんだよ。 よし。また一人。罪な男よ、俺も。君のお疲れ様、ありがとう。いやよかった。あ、配当が、そっかそっかそっか。おい、できるってかん、答えたやつ、30%しかいないのクリアするに決まっとるやん、俺は。